出れない、出てる、デブだからな、デブなの、多いよ、そうそう、マスク取ってくれたわよ、天音さん、あーんと思ったわよ、あーんかっこいいわと思った、うん、でなんか最後の終わりごかけにみんな集まってなんかこう話し合ったじゃないの、うん、この時になんか天音くん横にいたんだけどさ、目の前の女がキャキャ言ってるからさ、あえて私触ってねベタベタしようと思ったんだけどやめたわ、うん、ねえ、うん、またなんかあれかなと思って刺されちゃ う, そ う, そうガチにガチにブスってね、ブスっとね、そうそうそう、天音くんかっこいいねって言ったら、本当ですかって、どんな顔してんのって、こんな顔ですって、あらーって言って、うん、あ、うん、お客様には見せてない、見せてなかった、あ、うん、かけてこうやって剃って、うん、やーんって言ってかわいいって言ってて、そうそう、いやさ、こう触っても全然大丈夫、うん、触ってもいいのって、うんって言って、こうベタ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 触ってて、事務所とか所属してるのかもしれないですよ、それで言われてるとか、そういう風にやってとか、あるの、わかんないですけどね、あれだって誰もそうさんって、誰マスオさん、誰もそうさんって、すみません、同じ、ちょっと待って、同じじゃないですよ、いいわよ、いいの、え、あ、ごめん、出た、汚いわね、行くわよ、待って、怖いわ、これ何が怖いの、お蕎麦大盛りがいいわね、お蕎麦、ほんと、なあ、どうしたの、お蕎麦大盛りよね、そんなルールがあるならって、ほんと、いや別にいいのよ、別に皆さん、あの別に黙ってくれてもいいんだけど、うん、歌ってる時にちょっと喋らないでって感じ、大きい声で、そのね、後ろにね、いたの、リスナーさんが、ライブあったら分かりますよね、普通にいた、だからあゆとか、うん、ヒッキーとか歌ってる最中、これみんなし、でしょ、じゃあいいのよ、別に皆さん、しゃべ、あの黙ってく、あの別に見なくてもいいし、別に無表情でもいいんだけど、後ろにいたのよ、ひどりすが、で嫌な顔してるわけよ、だから多分うるさいんだろうなと思って、うん、ね、分かる皆さん、分かるじゃん、顔向いて、うわもうなんか ねうるさいわっていう顔してるでしょ、本当分かるのよ、うるさいんだろうなと思って、マジうまいよ、だって、せーの、長谷園の関東風カニ玉、あ、響いたわね、オッケーオッケー、いい思い出できましたね、響いたわね、響いた響いた、もうあれね、決まったわね、ちゃんと、もう、そうそう、夜泣きね、夜泣きが止まります、そうそうそう、夜泣きが止まります、そうそう、日焼きよがんよ、ねえ、そう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 、ねえ、それよ、おーおー、ちょっと、あの CM 最近見ないわね、韓国、関東風カニ玉、いやいやいやの日焼きヨガじゃないね、全然知らないです、うそ、知らないのこの歌、うそ、知らない、知らない、うそだ、何、うん、ちょっと待って、どういうこと、この格好見てってこと、そのこの格好見て踊ること、今何か言ってた、誰、うわ何あれって言ってたよ、ちょっと待ってって言ってよ、よかんな、あ、マドンナ、ヒドンナ、あん、何それ、あなたマックあるよ、マック買ったんですか、うんうん、な、何、どういうマックを買ったんですか、あ、知らないけど、ウーバー、あ、ウーバーですか、はい、ウーバーです、いってらっしゃい、ご苦労様です、え、嘘、私を知ってるんですか、知ってますよ、あら、パリちゃんです、あ、パリちゃん、あ、どうも、あの、すいません、やぼ、あそこままのところでも見ました、へぇ、ありがとうございます、どうも普段誰のファンなんです、あ、井戸田さん見てるよ、あら、嬉しい、どうも、今寝てる人いるじゃない、誰、車、うん、私のね、相棒なんですけどね、え、あの人もよくね、男性の人、うん、女性、女性、家についていていいですかっていうのを言ってたの、へー、私のこと知ってるんだ、あらま、ひどんなさん、あ、どうも今ね、偶然、たまたまなんですよ、たまたまなのよ、そう、今ね、たまたま待ってんだよ、ウーバーで取りに来たんで、ね、ああ、そうですか、ウーバー行く、今からそう、今お届けに行くんですか、届けに行くんですよ、そしたらね、ちょうど今、ひろなさんと声かけられた、どうも、ご夫婦なんですか、いや、恋人で、恋人、あら、いいわね、
長いんですか、お付き合いして。まだまだ早い。まだまだ短 い、はい、短いの、はい、どこで知り合ったんです。どこでしょうね。家、なんか家。お家ってどういうことですか。家で、あのジモティみたいなのを渡して、うん、ジモティ、ジモティみたいな、あー、もう荷物をです、うん、荷物渡してね、渡して、うんうんうん、ジモティからの出会いがあるんだね。そう、出会いがあるんです。あの、あげる、あげる、あげないのやつで、たったり、意気投合してみる。そこで通じ合ったの。通じ、そこから通じ合うことあるんですか。へえ、いいなと思ったんですか。そうですね、お互いに LINE を聞いて、 LINE 聞いたんですか、はい、あら、ナンパしたんですか、ナンパしたんですか、ナンパされたで、お互いいいなと思ったんですか。そうですね、あら、いいですね。何回かご飯食べる、あ、ご飯も行ったりとかして、営みとかもあるんですか。まあいい顔しますね。あら、え、まだ現役ですか。いや、まずちょっと現役じゃあね、ちょっと頑張って。お兄さんのビッグマックでね。そうだね、ビッグマグナムでね。どうぞ頑張ってください。あ、ごめんなさい、ウーバー行ってくださいね。冷めちゃうから、ウーバーね。どうしたの今日、金町、あ、富士そば、あ、パニちゃんあのタワーマンションに引っ越したから。タワーマンションじゃないんだって。だからタワーマンション引っ越したんですよ。わかんないです。違います、違います、違います、違います。ちょっと引っ越したから、ちょっと富士そばでもちょっとあのそばね、この時間そばやってないから、はい、おそば買いましょうっていうことで。そこでね、そうそう、美味しいですよね。ね、おそばね、美味しいわよね。どうも、ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、失礼します。どうも、失礼します。素敵です、ね。タワーマンションに本当にあの住んでるのよ。タワーだね。タワーマンション。タワーマンよ。タワーマンション。髪サラサラね。いや、あの矯正と宿毛したの、はい、高かったでしょ。いや、私お友達がやってくれるので安いですよ。うん、いくらなの。1カットカラー宿毛で15。安っ。16ぐらいですか、ね、安いわね、ほんとあなた。いいわね、1万5000ってほんと安くない。それそれでそのクオリティってすごくない。あなた普通はそんなんでやってくれないわよ。あんた、こんにちは。こんにちは。すごい衣装ですわね。ガールズバーなの。それちょっとダメよ、こんな場所はガールズバーやったら。お客さん来ないでしょ。お客さん、ワンちゃん探す、ワンちゃん探す。ここにスポットライト置いて変わってればいいんじゃないの。あ、ビャッとね、ビャッてやればいけるわよ、ね、ガールズバーです。そうねえ、やってごらん。そうそう、そば、タワーマンション48階なの。何、うんなず中っぽい。あ、違うの、タワーマンってことや。何それ、ねえ、1万円で、あれ何これ、あ、両替してくるわ。あ、私払います。あ、いいわよ。すいません、両替してもいいですか。あ、中の販売機。あ、中で販売機。お持ち帰り、お持ち帰りよ。あ、お持ち帰り。何する。普通のおそばで。大盛りおそば。うんうんうん、大盛りの三玉おそばにします。藤山盛りおそばにします。このそばどう、これ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 どうしよう。あなた食べれるの。何食べれんの。あ、無理かもね。でも残したらまたパンチに食べればいいじゃん。あ、そうね。ね、うんうん、天ぷらは大丈夫かな。頼むの頼むの。ネギはネギはさすが。あと何する。もう私は大丈夫ですよ、お母さん。トロロは大丈夫です。カツ丼はお母さん。ビール大丈夫。卵美味しそうね。おひたし、あ、やだ、終わっちゃったわよ、あんた。オッケーよ、オッケーよ、やだ、終わっちゃったわ、あなた。これでいいか、じゃあ。じゃあ、これでね。出してきちゃいますね。はい。せっかく、ちょっと、持ち帰りできます。すいません。外行こうかしら。お蕎麦です。あ、私もお蕎麦です。引っ越ししたんですよ。引っ越し蕎麦です。タワーマンションに、あの、タワーマンションに、あの、引っ越したから引っ越しそばです。うん、そうそうそう。引っ越しそば食べます。トラ？じゃあじゃない、コロッケか、うん、かき揚げか。あ、かき揚げ食べたいわね。コロッケ、あ、コロッケもいいわね。コロッケ、あ、コロッケもいいわね。え、
コロッケとかき揚げのみで、のみですか、はい、天ぷらは天ぷらないの、あ、天ぷらないのね、揚げちゃうの、あら、やだわ、コロッケ、コロッケもいいわね、かき揚げ、あ、じゃあ私もかき揚げ2にするわ、かき揚げ2でお願いします、あとコロッケもここ、こういうとこのコロッケ美味しいのよね、そうなのよね、ちょっとお母さん、タワマンの夜景楽しみね、タワマンの夜景は楽しみじゃないの、ダメよ、ダメダメダメ、これも、コロッケ2つお願いします、天ぷらとコロッケもお願いします、どれ、あ、そっちから行く、ね、いいわね、タワーマンション、私もタワーマンションいいなと思うけど、なんでタワーマンションしたの、ほんと大丈夫なのかな、防音とかね、ほんと、あ、でもマンションだから大丈夫か、あ、レインボーブリッジとスカイツリー、え、いいとこ住んでたの、住むのね、え、そんな夜景の美しいところに引っ越したの、まあいいですね、待って、レインボーブリッジって見えたっけ、葛飾から、ちょっと、あ、でもあれか、マンションからなら見えるのかさ、うん、そう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 、本当、うん、そうそうそう、うん、何この構想、あれ男の人いるな、あれ何ボーイズバーかな、なんかあれ、私ちょっとあっちの方が興味あるわね、お兄さんの方が、なんか。でもなんかひょろひょろね、なんかもうちょっとなんかあの肉付きが欲しいタイプよね、なんかひょろひょろすぎてさ、ちょっと、うん、細いわね、体が、しかも若そうね、ほんと、うん、そうそう、そう、人がいないところでキャッチをするって結構大変よね、確かに誰もいないもんね、ほんとに見て、人すら誰も歩いてないもんねえ、何この街、そう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 、本当よ、どうしましょうね、カップル来たけどね、えこのカップルが何だろう、ね、だって明日からだって皆さんあれ仕事がまた始まるじゃないのねえ、ジモティ出会えるのね、びっくりしたわよ、ジモティ、そう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 、ん、ねえ、ジモティ出会えるんだ、出会えるかな、ちょっと、あ、匿名さん、ありがとうございます、ありがとうございます、そうそうそう、ねえ、あ、今日15夜だ皆さんね、15夜だ、ね、うん、そうそうそう、今日15夜だよ皆さん、うん、うさぎにならないと今日は、そうよ、うん、理科大の何学生がいるんだ、あ、そういるんだって、賢いやつって結構食えたりするんだよね、そうそう皆さん、そうなのよ、意外にアホよりは皆さんね、賢いやつの方が食えたりするのよ、結構あの変態が多いから、どうも、あら、かわいいわね、どうも、うん、そう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 、うん、ね、そう、食わないといけないわね、またおも、お餅をね、三色団子、うん、そうそう、暇なの、暇ね、違うわ、自撮りよ、暇ね、うん、暇だね、ガールズバーね、ガールズバー暇ね、ほんとお客さん来ないわね、拡声器持ったら来てって言って、誰か来ませんかって言ってね、ライトをビャーって当ててさ、自分の顔に当ててさ、あるじゃないの、そうしたらどう、うん、そしたらそれかここに立ってギンギラギンみたいな体、ま、巻きつけてさ、車にアピールすればいいじゃないのよ、来てって言ってね、来てちょうだいって言ってさ、でしょ、あなたそんなところダメよ、 いるだけで誰も来ないわよ、そんなあなた
ね、うまくあんとお客さん捕まえないと金儲けしないといけないね。本当、そう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 。なんで老害なの私は。あ、きなこ餅のなんか、あちゃちゃ、あのあんたあの月見パイマックね食べたいよ。もうでもあんたじゃじゃなんかね、さ、私もちょ最近マック控えてるの。そうそう、リュウキさんがマック好きでね、マック食いたい食いたいっていう風に言うのよ、たまにね。その一緒にするじゃん仕事で、マック食べたいって言うけど、マックやめやめようっていう風にマックは結構控えてるのよ私。そうそう、いやマックは食べないことにしてるの、あんまり。そう、あの1ヶ月に1回とかね、まあそのそういう時にしかもちょっとこう食べないのよ。そうそう、ちょっとね、うーん、あ、でもその月見パイ食べたいわね、美味しそうね。いやマックね美味しいんだけど、なんかね、なんかそのそのなんだろうな、今なんかね、あの10日っていうのが10日、うん、砂糖はね、あの焦げつくとさ良くないじゃない。10日って老化の原因になるのよね、糖化っていうね。そう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 、うん、であんま糖分取りすぎるの良くないって言わない、結構皆さん。うん、あ、そう、がんの原因とかな、そういう風になるとか言うじゃないね、結構。そうだからあんま糖分取らない方がいいって言うんだけど、糖分取らない方がいいって言うけどね、それは分かってるのよ、糖分取らない方がいいの分かるけど皆さん、でもついつい取っちゃうのよ私。ああ、あん食べて、私を食べてちょうだいね。え、そう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 、ねえ、ね、え、そうよ皆さん、なんかそば遅いわね。来たわよグループが、来たわよグループ、奥から来た、男来た、男ゲットよ。あんって皆さん、あんって、あーって言いなさ、できました、はい、まで行きます。すいません、領収書切れてるんですか、はい、あ、やってんの領収書ね。すいません、だからね、マック食べるけどたまに食べるってこと、前から食べたこと、あんま食べてない、マック食べるの、全然食べないです。マック嫌い、照り焼きが好きです。ほんと買う、照り焼きバーガーも食べる、どう思うよ。お名前はどうしますか。マリアンヌで。マリアンヌさん。あ、はい、あのお願いします。あ、じゃあ、あのやっぱ後藤でお願いします。後藤お願い。すいません。マリアンヌ。どっかで出てたのまたまず。そうそうそう。ね。ペコラとコラボしてんの？何ペコラ？ペコラさん、マック？マック？ああ、ゲームってことですか。知ってんの？バセイちゃん家行かないわよ、だったんだった。何時になるの私たち行ったら。パニちゃん3つにするじゃん。2時過ぎるわね。だってもしね、行くんだったらパニちゃん3つにするよ。え？うん、マジかし。でしょ？中村とか別にどうでもいいじゃないの。中村んち行ったってね、何もないじゃん。仲間のだってさ、何もないんじゃないの、事件。うちも何もないです。じゃあ、パニちゃんは引っ越したとこだけで事件なんだよ。いやいやいや、これは家庭訪問じゃいけないな。すいません、大変は。ありがとうございます。あ、すいません。いただきます。ありがとうございます。もう仲間のこんな部分はもういらないのよ。尺足りてるからもう大丈夫よ。尺足りてるから大丈夫。いらないのよ。尺、ね、ちょ、パニちゃん、ちょっとこっちかな。ちょっとイケメンが向こうにいるわね。ちょっと行きましょうよ。ちらっとぐるっと回りましょう。何お兄さんのトロくださいっつって。なになになに、ピッ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 。あ、どうもありがとう。ありがとうございます。停止ライン超えてるわよ。ちょっと犯罪よ。犯罪。停止ライン超えてるわよって。あ、どうも。バーですか？女性だったの？はい、嘘。男性かと思ってたわ。そうなの？ごめんなさい、本当。かっこいいわね。かっこいい。かっこいいを目指してる感じでしょ？あ、そうです。あら、お鍋バーじゃなくて？違います。えらー。もうね、
どうも。あらーやだー、いいわね。あ、いいじゃん、ボーイッシュバー。どう金町以外になんか面白そうなバーありそうだな。今度行きましょう。え、何えってどうしてなの。いいじゃないね、ここ週末結構多いんじゃない人。ドマドマしかないイメージ、ね、どう皆さん週末ちょっとここ散策しましょうよ。どうちょっとこの街、どうちょっとこのね、なんか坂駅来てるらしいです、ね、あこの街、あやっぱりちょっと皆さん、あ学生が多いのこのここら辺は。なんかショッピングモールができるの。誰かいるのかしら目の前に。誰がいたの。ごめんなさい。あ、ああ、あ、誰か待ち合わせですか。どうしたの。ガールズバーで。ガールズバーなの。そうなんです。あなたが。私がガールズバー。ガールズバーのキャストじゃないです。エスコートさん。あ、エスコートさん。エスコートしてるの。そうなんです。どういうふうなエスコートするの。ガールズバーに。もっと客呼べっていう風なちょっと煽りみたいなことするの。煽りはしないですよ、うん、何するの。お客さん来てほしいなと思って声かけてます。あ、お客さん来て、あーなるほどね。お願い事ガールズバーね。そうなんです。逆おいくらなんですか。ガールズバーって初回だったら1時間で2000円飲み放題です。安いわね、1時間2000円ってね。どういう名前なの。プレミアム。あらパニちゃんぴったりね。何がですか。プレミアムね、プラチナプラス。いやいや先輩名前がね、先輩先輩いいわね、先輩先輩、ね、先輩パニちゃんにぴったりな名前ね。プンなあなあなあった。ね、思わない。何言ってるんですか。パニちゃん、私も運転だからね、お酒飲めないのよ。この子もバイクで運転してるし。そうなんです。ちょっと原付きなんで。原付きかっこいいですね。そうなんです。もうガニ股で行っちゃおうかな。名刺かなんかもらおうかしら。名刺はない。あ、ないの。ティッシュもらって。パニちゃん、まあ、ありがとうございます。名前載ってるの。名前は載ってないです。私はリサです。あ、お店の名前載ってます。リサちゃん移しましょう。今何をしてるんですか。あ、自撮りしてるね、今自撮り、うん、あら、いい、かっこいい名前ね。ガールズバーよ。あ、ご新規のみなのね、2000なのはね。そうなんです。じゃあ次からは違うのね。次からはでも3000円。あ、でも変わらない。本当、ありがとうございます。すいません、また、うん、すいません。どうも。何が無駄かな。やめなさい。別にいいんじゃないのよ、あんたからんだってね。金町の宣伝してるのよ。あ、待って待って待って、あ、危ない。バックして。そう、ほんと引っ越すならどうしよう。引っ越すな、私足立区かな、やっぱね。引っ越すんだからね。なん区長になるんでしょ次。私、うん、区長選出る。私でも区長選出たら、あんた、私もう阪神引退しないといけないよ。できなくなっちゃうの。できないよね。やっちゃいけないのよ、あんた。やっていいのこれって。やっていいの。多分、いや多分その阪神してもいいんだけど、お金もらえないよね阪神で。だからペンギン枠にするのよ。あ、収益かな、うん、そうペンギン枠。うん、ほんと収益を得ちゃいけないの。汚いわね、あんた。ほんとなるわけないじゃない、あんた。区長なんかに無理よ、そんな。あなた足立区潰れるわ、ほんと。そうね、結構ひどいですよ、あんた。ああ警察見てるわ、こっち見て。ああ、あ、見て、行けた。パンちゃん行きなさい。行きなさい。あ、あ、やめなさい、あんた、ほんと。先輩をリスペクトして、あえて。あんたもう無視されてるかな、あんた。脈全、ね、あなたに全然全く絡んでこないわよ。でもな、こっちすごい身長高いわね。細いわね、ほんと。ねえ、何ガールズバーなの。よくこんなのオカマ2人にガールズバーですって言えたわね、あなた。うん、女性の子も来るんだって。女の子も来るの。ガールズバーですってよ、あなた。どう
お兄さんたち。ガールズバーに来ない？本当。お互い顔になってないっつうんだ。何？一緒になんて 何しましょうって？私運転なのよ。原付がちょっと。ガールズバーです。いかがでしょうか？お兄さんガールズバーですよ。いかがでしょうか？来てガールズバーよ。待ってるわ。そこのお兄さんガールズバーよ。ああガールズ飲んでちゅうだ。私のオッパも飲まないですか？ちょっとあんた。何も言ってないわよ。さよあんた本当もう。一言も言ってないわ。私もネタは何よ？あの子たちなんか来そうな感じしな。なんか飲みそうよね。笑ってて本当ね。気持ち悪いわね笑って。本当。ガールズバーってこの横のお兄さんは何なの？テル長？店長。あ店長か。あ店長なの？誰に？あなた。あなた？おじさん。あなた？どう？あこっちおいで。こっちおいで。こっちおいでよ。これさっきの人？違うね。わかんないわ全然目が見えないわ。あれ誰？やだごめんなさいなんか違う人だわ。よかったらどうですかお姉さんと一緒に。どこへ行くの？あ、ごめんなさい。何してるの？仕事。何？どういうの？頑張って。どこなの？どこ？職場はどこなの？後ろつけるわよ。え？なんだい？どこで働いてるんですか？私たち六本木よ。なんで神奈川に来たの？あ、タワーマンションに引っ越したからよ。ママやそうあそこに引っ越したのそうでちママにやらせてもらってそうなんですだからちょっと今から行こうかしらと思ってあなたも来るいいわよダメよセキュリティがやっぱしっかりしてるから何が立っちゃいますなどこ立つのよここ2人ともできてるでしょいい加減二人ともここできてるでしょできてないです本当にやめなさいよこいつキモいですダメよ店長にはキモいですなんか言ったらダメよ好きなんじゃないですかいやいやあらあらやだまたねじゃあねまた会いましょうガールズバー頑張ってちょうだいあの目の前のさっきの男また U ターンしてけどさ、うん、どかなかったわね本当に私が道譲って、うん、と悔しいわ本当ねえ何なのよ一旦ねえ出会いもなかったわね本当お女には評判いいのね私たちやっぱりね女性には男に評判が悪いわね私たちなんでかしら悔しいわどうしてかしら本当パニちゃんねえねえ、あっいたわあの男の子さっきのお仕事のねねえパリちゃんどうあの男性捕まえてみませんか硬そうそう、うん、そうかしらおかえり何買ったのどこへ行くのお尻なんかついてるわよ無視ね全部ね全部無視に関されたわよ悔しいわ本当無視されたわ本当皆さん何も進まないわもう何もかもおしまいよ何もかもおしまいなのおしまいよイケメン別に全然、うん、あパニちゃん幕するしないです、ね、なんで今日幕しないのもう、ね、あれ食べたら寝るのあらあそうかパンちゃん枠しないってよしてほしいの194号さんはあなた入れられなかったっすあ後ろ置く、うん、後ろ置いたらどうこれどうしてもこの荷物いっぱいあるからとか積んでごらんボンってほんと杖大丈夫これあお久しぶりですそう金町に今いるのよなんでかそう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 いやね本当何も捕まらなかったわね男たちねえダメね本当パニちゃんあなた、はい、うまいのにさパニちゃん枠しない遅くまでのにお付き合いしたらってかわいそう何がかわいそうなのよまた出ましたね本当
また出たわね、ほんと。あなたもついてたら消すからね、ほんと。そう、まあ、ね、撲殺するから、あなたみたいな人、ほんと。僕、ね、八つ咲きにするからね、ほんと。あうるさいの。ほんと。ね。よっしゃっしゃ。そう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 。ね、かわいそう。お祝い、今日はお祝いだから、ね。そう、お祝いなんだかな、ほんと。お祝いね。ね、撲殺するからね、ほんと、ついてた瞬間、あなたも、ほんと、見た瞬間も。ほんとに、ね。そうでしょ。パニちゃんを奴隷に、なんで奴隷なんかしてないわよね。もうなんで奴隷なのよ。ねえ、奴隷じゃないじゃないのよ。本当。全然な何もないじゃない。どうしたの？どこ行ったの？消えたわ。どこ行ったの？消えたわコメント。自分で消したのかなコメントね。あらどっか行っちゃったわ。どこへ行ったの？本当皆さん。そう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 。ねえ。不思議だわ、何もしてないのにって。ちょっとでまた解いてあげましょうかしら。でまた消してあげて、また解いて、また消してあげて、また解いて、消して、また解いたらね、楽しいわね。え、楽しいわね。さあ、けさマジックショーやさあさあさあ消してね、また出てきて、また消して出てきてみたいな。そう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 。どう皆さん、じゃあ行ってくるね。はーい。おそば伸びるかな。どうだろう、水でも切れてるから大丈夫じゃないですかね。ねえ、いけるんじゃないですかね。行きましょう。はーい。じゃあね、よっさんは勝ち割り更新なの？わけわかんないわね。行きましょうね。どういう、パニちゃんちわかる？どういくか。私も、うん、何、あ、これでいいわね。じゃあ行くわよパニッちゃん。行きましょう皆さん。どんなお家かで、途中ね、途中はダメよ。あの隠しましょう ね、まねうん、バレたらまずいもんね、うん、でもねパニッちゃんみたいなこうあの有名人な途中バレると思うよ。有名じゃないじゃないですか、ね、いや皆さんも楽しみでしょパニッちゃんのお家ね。見たいでしょみんな。いやいつな、あのファンの方はもうね知ってると思うけどさ、ね皆さん。でも、やっぱみんな見たいでしょパニちゃんの豪邸を。豪邸じゃないですよ。パニちゃんをもっと大切にしないといけないわ。パニちゃん元気じゃない。はい、消すわね。はい、どうもありがとう。ねえ、ほんと。そうそう。ほんとよ。なんかね、消してまた復活させたらまた出てくるからさ。しつこいわね、この194号しつこいわね、この人、ほんと。でも残念ね、パニちゃんの家見れないの、かわいそうね、194号さんは。かわいそうにね、ほんと。だから解いてあげたのよ、見せてあげたいなと思って。あ、特命さん、ありがとう。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパン。どやっさ、どやっさ、どやっさ、ありがとうございます。かわいそう。パニちゃんのお家見せたかったなぁ。ほんとかわいそう。ブロックされたらもう別端末じゃないと見れないからかわいそうね。もう一端末持ってるのかしら。ねえ。そうそう。あ、着いた。うん、煽るで煽るで。めちゃくちゃ煽るで。煽るで。いつも煽ってるで。ね、いつも煽るで。ほんと。ねえ。そうそうそう。パニちゃんとこのリスナーさんものすごくねいい子よ。みんないい人よね。うん、何ほん、違うみたいな、書かないと思います。あ、本当、うん、パニちゃんのリスナーさんはね、うん、私あのパニちゃんの話見てるけどそんなこと書くし一回もいないもん。そうよね、逆に。あ、パニちゃんかわいいわね。パニちゃん素敵よ。パニちゃんの髪型似合ってると思うよ。パニちゃんおめでとう。でしょ。マジックマジックショー。いや、バカにしてないわよ。マジックショー。でもそういう人は結構多いじゃないって話よ。でしょ。ひいちゃんもなんかもう娘を見るかのような母親のような人ばっかり。結構ねえ。じゃパニちゃんとこそうじゃないの結構ね、みんなね。いや、荒れないもんね、パニちゃんの枠は。とにかく荒れない。荒れないですね。そう、あれがまたねいいのよね。
あれない感じが。そう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 。メンブレ起こしてるパニちゃんは？あ、引っ越しでね。なんで起こしたの？だやっぱ俺今まで毎月家賃を払うってことをしてないじゃないですか。うん、あ、そうだね。え、高いの？高いの？やっぱ、まあ、10万以下ぐらい。10万ぐらいなの？10万以下。以下？以下。でもそこに近いの？あ、でも。うわあ。あ、嘘嘘ついて嘘嘘。あ、う、あ、嘘？え、あれいくら？あ、うん、これだ。私を超えたのね。じゃあにゃんこがいるんで。いや、あ、でもいいわよ。いい、ね、いいわよ。その方がいいって。わあすごいな。でもさ、その分の高い家賃のところに住むってことは多分そのぐらい稼げるようになるってね。みんなね、いやそうなるんだよ。いやそう、なんかね、そうなるんだよ、なんか、ね、いや そういう風になってくるっていうね。そう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 。いや生活水準上げるって言ってもちょっとぐらい上がってるのもんだから全然大丈夫だってわけ。いけるいけるって。働いてるしパニちゃん大丈夫でしょ。ほんとそうそう、高い家の方がいいのよ逆に。高くない、高くないよ。そんな、え、なんで行けなの、言ったらあかんのかな、言ったらまずいわね。でも言ったらまずいって、でもお部屋見に行くからね。なんで。え、寝室もあるの？あります。いやー皆さん寝室もあるのね、パニちゃんのお家は。まあ素敵ですね。まだ近い、もうまだまだか。ここどこ、あの、あ、ここなんてところに言ってね、とりあえず。わからないわ、全然さっぱりわかんないわ。最近こじりがすごいいいじゃないのよ。こじらないとね。当たり前よ皆さん、そんなの。いやいや、どこでもそうじゃないのよ。ねえ、どこでもこじってるわよ、みんなね、いろんな配信者なんて。お店でもそうでしょ、皆さん。お店でもそうじゃん。今 30% オフですって。どうぞご覧ください。お買い求めください。っていうふうにほら、言ってるでしょ。そう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 。そんなものよ、皆さんね。まんま食えなくなっちゃうもんだ。そうよ、そういう風に言ってるだけで本当。投げるか投げないかはね、リスナーさん次第だから。別にそんな、あなた強制的にあんた投げなさいよっていう風に言ってたんだから別に大丈夫でしょう。お願いをね。そう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 、お願いでくださいっていう風に言ってるんだから皆さん。僕のやつ今日ターマンの人亡くなっちゃったの？今日ターマンの人刺されて亡くなっちゃったの？どこのやつよ。ねえ、どこで亡くなっちゃったのよ。足立区どこ？25歳の彼女に。なん、そうなの？わかんないね。怖いわね。そうね。これどこ？そう、しかもあんた今からだってパニちゃんの家に行くのに、あなたタワーマンション行くのに、あなた。タワーマンション。タワーマンね。どんな話よ。家賃47万なんか頑張んないと。あ、中野でか。あ、そう。二十歳の男性が25歳の女性されたんだ。なんだろう、言ったら、ね、恋愛のもつれとかですね。恋愛かしら。恋愛なのこれって、あなた。恋愛関係のこれって。怖いわね。まあ、パニちゃんは大丈夫ね。30もうすぐ8でしょ。8ですね、今年ね。ね、あ、38？ 今年年内に38。まだ若いわね。あれ、どれ、ヒーさんに行く？39だね。うん、38。なぁ。ねぇ、でもパンちゃん若いわね。全然変わんないじゃないですか。いや、あの気持ちがね。気持ち、いや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 。ねぇ。あ、口論になってハサミが出てきてブスッと。え？刺したのね。口論になって喧嘩になったのよ。で、だからハサミ出てきてブスッと。いやいや、刺したのか。ちょっと艶がっちゃってとこと。わあ、怖いわね。あれ、まあ。バカね。もう人生終わりね。それでね。まあ、臭い飯食えばいいわ。ダメよ。ほんと。ね、臭い飯食いなさい。ほんと。ね、永遠に。ほんと。首を刺したの。まあ、頭部出てこれませんね、ほんと。ほんと。そうそう。しかも、あんた二十歳の若い男の子ブスって殺したってことは、あんたもう、ねえ。あんたもうそんな男殺したところでもう人生終わりじゃないのよ。そうよ。ねえ。そうよ。美味
味しいものも食べれないし、男にも絡めないし、あんたどうするのこれから人生。私道案内できるかしら。何がもったいないわよ。そう本当よ、刺しちゃったじゃ通じないからね。ごめんなさい、刺しちゃったじゃ通じないですから。やだよ本当に。刑務作業しながらも朝早く起きてさ、本当夜もね早く寝てさ、まあ健康的だけどさ、麦飯食べるのよ本当あなた。まあ、麦飯も慣れたら美味しいらしいけどね。あんたもそんな生活ずっと続けるの10年もね、多分そうでしょ、ね、私たちその点で楽よね、思わない。自由に起きられるし自由に寝てね、本当クーラーの効いた部屋でね、分かる、美味しいご飯食べるのよ。あんたごめんなさいね、本当。タワーマンションよ。ファニーよ。ねえ皆さんこんにちはよ。そうさ、当たり前よ。40万ぐらいね、自転車かかっちゃうかな。いいのいいの、別にどっち合ってるの。合ってるんですけど、切るってかね。あ、そうそう、パニちゃんオーディション受ければいいね。あ、いや11月のオーディションね。いやないよ。いやでもダメ元でも受けてみればいいと思わないね、皆さん。せっかく出れるチャンスじゃないの。やらずに、なんかそんな、わからないわ、無理よって言ったらダメよ。そうですね、チャレンジ。だってあなた自分の曲作りたいとか言ったんだからさ。言ったっけ。言ってなかったっけ。なんか作ったらみたいな。でしょ。じゃあ歌も好きなんだからやればいいじゃない。歌は好きでも下手ですもん、私。いや関係ない、皆さん関係ないわよね、本当。狛よりますよ本当あなた。狛くんなんだよ、あなた。いや狛くんね、本当歌詞間違えるし、本当もう。そうですね。昨日こう久しぶりに会いました。でもな、狛くんなんかイケメンになってるね。かっこよくなってます。あれどうしたのって感じ。なんかでも小前くんってやっぱいい子ね、何してもなんかもうさ、そうですよね。私がチューしてもね怒らないし、どんだけチューしたかしら。そんなしたの。霊気を吸った感じだよね、もう本当。霊気吸った、皆さん。私は終わったの、これ配信で。あら、あ、電池切れちゃった。充電が、あ、ごめんなさい、充電切れました。お待ちください、もうすぐパイちゃん着くからね、お家ね。まだなの。パイちゃん着くからねって、すいません。ここら辺なの、パリちゃんの人。これの、あ、ちょっと待って。何、もう消す。止まってね。もう消すの。いや、まだまっすぐでいいのね。言ってね。ちょっと待ってね。何、ダメ。なんか道がね、わかんないの。これは何。もういいわよ、そんなの。あの尺伸ばすの止めたい。違う、もう、右かな。コマ奈々ちゃんの子だから。何、子供なの。奈々ちゃんの子供なの。知らなかったわ、ほんと。ねえ、ミニアスさん、どういうことなの。ねえ、いつから奈々ちゃんの子供なのよ。あんた教えてほしいわ。いつ産んだの奈々ちゃん、ほんと子供。口から産んだの、ほんと。これ右、右、これ。あんた右、今曲がらないわよ。そうそう、私がなんか絡まなかったのよ、狛江くんとね。あ、狛江くんなんか誕生日だった子なのね、先月ね。あ、そうなんです。そう、何もあげてないと思って、何か欲しいものあるのって言ったら、いらない、何もちょっとね。やっぱさすがね、金持ちはいらないのよね、何も。右、どっち、ここ、こっち行きたいんで。このままだと昔の家に。何、どっちなの。どっか右行きたい。どこなのよ、パニちゃん、あんた家。道だって、車だとどう案内したの。これどうなるの、私たちは一体。これ右なの。右でも、あ、これダメ、危ないわ。信号が変わったら、変わったらしまった、危ない。ほら、あんた、あそこの、また運営さんも、ちゃあ、またあんた大丈夫、ね、ちゃんとね、信号無視ですよって言って、またうるさい、また出てくるやつ、信号無視よって言って、止まります、ね、ダメよって言って、信号無視したでしょって言って、通報しますからね、警察に。運営さんにも通報しましょうって言って、皆さん、この人、あ、信号無視しましたよって言うのよ。どうやってお前でしょ。あ、小前くんが昨日私に言ってきた。なんだろうね、かよかあちゃんね。に言ってくるのね、ほんと。
もう消したんはいいの？何が消す？何を消す？あなたを消すの？あ、いや、ラジオと、まだ、うん、場所バレちゃうの？どこら辺なの？それがちょっとね、ちょっとなんですよね。言ってるやつ？でもだいたいそうよ、ほんとねえ、あ、ひーちゃんに絡んでっていう風に言っといてほしいよって思った。あら、なにこまえくん、どうしたのかしら、言ったら気持ち悪いわね。ななちゃんに最近絡んでもらってないから、多分きっとそうなのよ。じゃないきっと。深夜中くんもそうよ。深夜中くんずっとななちゃんだったのにさ、急に私のところに来て、あの、今度ライブするから歌ってほしいとか言ってさ、そんなのじゃない。2番煎じよ、わかる。だからななちゃんが結局言って喧嘩したでしょ、揉めたし、結局だ私の方に来たわけよ。すごいすぎなのよ、あの人。そう、うん、ね、行かないわと思って。なんで私なのよ、本当。まっすぐここにマンションなんかあったっけ。あった。自分昔すぐ家帰ろうとするかも。これ歩いて行けるわけね。ちょっと待って、まず右、あ、はい、はい、右ね。で、画面はラジオね。オッケー。これいけるのかな。ダメ。じゃあラジオにします。違う、ちょっとね、道順が分かんないんですよ、これ。こっちね。これいい、大丈夫、通れる。大丈夫、いける。こっちね。ラジオとかまだなんですけど、まっすぐ違うの、ここかな。あんなにこれ、ね、まだ、うん、ここら辺にあったっけ。まだで、まだで、まだ、ちょっと待って、で、ここにあの、あれ、止めます、うん、車を。はい、うんうんうん、ここら辺まだ見してるの、みんなに。全然。あ、そう、うん、前の家からこう歩いていくの見してないの。全然あ、見してないの、うん、場面消してか、あの、遠回りしてます。あ、遠回りしてるんだ。大丈夫怖いわよ。まだね、まだね。怖いわよ。大丈夫。パニちゃんに嫉妬していいよ。ああ、もうこの人病気になさ。またあの、同じアカウント持ってるわよ。ねえ、ちょっと。そう。もうしつこいわね、この人ね、ほんと。もう、うん？そう、しつこいね、この人、ほんと。うん？そうよ。でもね、皆さん、あの、ふわちの運営さんがね、聞いてたけど、もうなんかほんと悪質なコメントって普通に開示請求を応じるんだって。ね、そう言ってたよ、そうやって。ふわちのね、運営さんが弁護士さんを通じてね、言ってくれれば全然ね、開示するって、普通に。そう。ね、悪質だと。もう。ね、ほんとしつこいね、ほんと。なんかこういうのさ、スクショしたんよね、もんね。思わない？ 208 号さんのやつね。うん？うん。あ、嘘？そうそう、これもね、言われた私。うん？あ、これ撮るわ、スクショね、皆さん。10枚、20枚ぐらい撮って送るわ、また運営さんに。そう、前回の人もね、潰されたんで、運営さんに。そう。よし。どこ？あ、ここなの？どれ？うん。なはずが吹けない。これ？これ？違うの？どれ？これ？え？ここ？今たわまたわまなの？すごいわね。あ、いいじゃない。あ、いいじゃん。そば持ったっけ。え、持った、そば。あ、持ってますよ。ここ何、防音なの。配信も OK です、ね。うん、配信できるんだ。うん、へえ、音でバレちゃうね、こんな。よいしょ、よいしょ。タワーマンションよ、皆さん。今階段上がってるわよ。よいしょ。まあ、そうね。
エレベーター乗りましょう。ねえ、乗りましょう、エレベーター乗りましょう。ちょっとじゃあ電波が悪いかな、階段なのよ。ね。そうそうそう。そう、電波悪くなるかな。階段、エレベーターあるんだけど、皆さん。よいしょ。いいじゃない、ここオートロックなの。もうオートロック。あ、いいじゃん、オートロックいいじゃない。オートロック言わね。オートロックよ、皆さん。今、あ、いいじゃないですか。オートロックね。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。こっから出していいの？あ、もう別に大丈夫。いいじゃない、オートロックで。さすがね。オートロック。ね、どうしたの、パニちゃん。出ればそう。ここ、じゃあ皆さん、いいわ、行くわよ。映すわよ、お邪魔します。いいですよ。ん？クーラーだから暑いわね、ここパニちゃんね。静かやな。タワーマンションいいの？で、前のユニクロだって今日でかくなったな。ここほんと家賃安いのね。うん、じゃあ晒しますよ。あら、いいじゃないですか。これがリビングですか？全然予定です。リビングの予定。ここが配信部屋、向こうが配信部屋するの？あら、皆さん、これ大層よ。この大層。ちょっとねえ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 。何や、何よ。やめてよ。ダイソン別に なんで悪いのよ。ダイソン持ってるの？パニちゃんもらったの？え？もらったの。お誕生日で。はい。いつお誕生日だったの？去年。あれ去年もらったの？確か。ダイソンいいじゃない。これダイソンいいわよ。本当ね、いいじゃない。ちょっと充電するわ私。ひーちゃんちもダイソン、ダイソンなんだけど壊れちゃった。ダイソン、あ、ダイソン直せんのかな皆さん。なんかね、吸えないのよ。どうしよう、ダイソンできる修理。ちょっと壊れちゃってね、ダイソンもう吸えなくなっちゃった。そうそうそう、保証がもう効かないもんね。ほんとダイソン壊れやすいんだね、やっぱ。あー、買い替える方がいいんだね、私ね、じゃあね。どうしたの、パニちゃん。これ冷蔵庫ね。あれ、この冷蔵庫、どうしたの。買いました。あ、いいわね、この冷蔵庫。なんで、なんで嫌なのよ。なんで嫌がるの、別に嫌じゃないじゃないの。なんで、これ冷蔵庫買ったのよって。いいじゃない、なんで、隠すっておかしなことよ。何かあるの、うん、後ろ見たいものないでしょ、うん、いいじゃない、この冷蔵庫。これパナソニック、いや、あ、ハイヤーなのか。いいじゃん、ハイヤーって。今あの海外製のがいいんだよね。なんか採用だったらしいですよ、ね、そう、これそうなの、あの中国なんだけど、うん、ハイヤーって皆さん、ハイヤールか。これハイヤールってもともと日本に行ったその有名な、まあ言ったらあのまあ、電気のなんかあるじゃん、優秀な方、日本の企業に行ったその電家電の優秀な方が、まあ、中国の企業に行って、まあ、開発してるのよ皆さん。だからそうな、結局まあね、まあ、そう、うん、技術者だね、言ったら。いや結構中国皆さんあの有名な人たちみんな引き抜いてるよ全部、うん、そうだってハイアール皆さんいいのよ結構。中国のやつなのって言うのはもう時代遅れ、皆さんもう本当今の中国製意外に結構今いいのよ。そう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 、うんね。だって前の私お姉ちゃんから聞いたの、うん、冷蔵庫20年だと思ったら30年使ってて。あ、そう、全然家が違くて。よく30も使ったわね冷蔵庫ね、本当。でこちらがこれは何なの、何どこダメなの？全部いいの？全部消化したんでしょ？さっき全部消化したんでしょ？まあまあまあ軽く。物持ちがいいっていうか、なんかやっぱ丁寧に使ってんじゃないのかな。さっき間違えて。ほう。今どう、ま、な、今なんか落とした？ちょっとあれがまだついてなくて。あ、いいじゃんパニちゃんこれ。いいじゃん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 。いいじゃん。これいいね。これ洗濯機は？あ、まだです。買ったの？あ、はい。どこで買ったの、洗濯は。アマゾンです。いいやつ？
いくらなの？あれも10万ぐらい？そんなしないですよ。あの何ドラム？上の立てる。あ、そうそうそう。ドラムもいいんだけどね。ドラム高いのよね。ドラム？でもドラムの方がなんかあれでしょ、汚れ落ちがいいんでしょ？脱水です。うん。そう。私も大丈夫。立てたから。うん、猫ちゃんどこ行ったの？猫ちゃん多分怖いのよ。ごめんなさい。私すぐあの消えるから。わあいいじゃないですかここ。猫ちゃんいるわよ。本当うるさいわね。私がいるからいないっていう風にあなたたち言いたいんでしょ。本当うるさいわね。そうそう。あいい洗面台じゃないですか。パニちゃん。綺麗だね。やっぱさすがやっぱ引っ越してからね来てからね。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。歯ブラシ2本あるわ。なんで1本しかないですよ。1本1本よ。やめなさいよ。何歯ブラシが2本ありますって。1本ですよ。1本でしょ。本当1本ですよ。桜葉じゃあるまいし。本当あなた一人ぼっちの歯ブラシ。お湯間違えた。パンパンじゃないの。間違えちゃった。何したの。違う、これ自動で出るの知らなくて。自動出るのよこれね。お風呂いいじゃないの。間違えちゃった。お風呂いいね。パニーちゃんのお風呂ね、いいじゃないですか。お風呂いい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 。このぐらいでいいね。お風呂ね、うん、ちょっと深めなの。いや浅いです。浅いのか。リットルセットこれ間違ってるのかな。これ止めないといけないんだよ。止めるの途中で勝手に止まらせんですけど、うんうんうん、なんか分かんなくて手作り回しだったら。あそう、今入ればお風呂後でできるの。後で、ね、あお上だけできるの、はい、あよかったね。上だけできてね。いいじゃんこれパンちゃん。これすごい素敵よお風呂。お風呂このぐらいでいいんだよね結構。そう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 、ね、うんね。私のお風呂結構足伸ばせるんだ、ね、あれね。あれあれあいあいやいや、ああいうお風呂ね危ないんだよね。みんなね逆に死ぬんだよあの風呂、ね、ああいう足伸ばせるお風呂って危ないんだよ。逆にこのぐらいの風呂がいいの皆さん。逆に言ったら長いのはダメなんだね。そうそうそう、ね、寝ると死ぬからあそこ。このぐらいでいいの足少しね、うん、そうそうそう沈むからマジで。そうそう、足滑らして死んだよとかしてどうしたの。ガチガチしちゃって。いいじゃないパニちゃん。この奥は何なの。ベランダ。あベランダなんだ。これじゃトイレ。はい、あらよかったトイレね。前でもセパレートだったもんね。そう、あじゃあ前一緒だったのか。ユニットだったのね。トイレはいいよパニちゃん。個室がいいっすよやっぱ。私もトイレは絶対もう個室じゃないと嫌だっていうふうにあるからさ。うんこついてないね。ついてないです。おー、あ、いいわね。いいじゃない、パニちゃん。これはいいわよ。ここはどういう風な色にします。いや、もうこのまま。ピンクにするの。しないで、しないで。しないで、ピンクやめてよ。ほんと。いいじゃない、ここ、パニちゃん。素敵、素敵。うん、これ、大島テルなの。うん、知らない。違うよね。いいじゃん、こんな部屋。うん、そうそうそう。これピンクの色は決めてないの。決めてないカラーは。私大体白か。白汚れちゃう目立つじゃんね。黒か。黒ね、これか壁紙とか変えたりとかして貼ったりとかして。いやないですよ。あるじゃん、なんか貼って剥がせるやつ。いやないない。しないのか。あ、それはしないのね。うん、出ると怖い。トイレでも結構奥行きがあればね。うん、だから。ちょっとそっちのキッチン見てもいい。ない。いいじゃないのよ。ここでもうやっぱ好き。で電子レンジもあるのね。食器なの。あるね。うんうん。いらないもなんか必要なもんなんかないかなと思って。なんかほら私もなんかね買ってあげたいじゃないの。ね性格だから皆さん。これはあいいね。あんたティファールなの？これティファールですよね。こっちも有名なやつだよね。いいじゃないのよ。どうしたの？嫌なの？いいやつ。いいじゃないの。もう汚いよ。これ使い勝手いいっちゅうね。これ外せんのにちょっと壊しちゃって外れなくなっちゃったの。あどうして？わからない。そうそうこれ。これ何エバークックよ。これエバークック。うん、これいいのよね。リスナーさんに教えてもらったこれいいやつよ、みたいな。ね、教えてもらったのよ、これ、皆さん。これでもいいね、ガスでね。ガスです、ね。ガスなんだ。へこのメモ帳何なの？あ、これはスケジュールつけようと思ってたけど。スケジュール？どんなスケジュールなの？だから書いてないっての。見てもいいの？別に変態なこと書いてないわ。
大丈夫じゃあ待ってなんどうしたの。ああ奥行きとかのね悪口じゃないでしょうね。書いてないよ殺すみたいに書いてない。ん今日なんあら何もないだから書いてないっての何も書かないの。え書こうと思ったら全然書かなかったの。いらないじゃないそんなのあなた、スケジュール中じゃないんだなあんた。書いてどこだひいちゃん映画公開これ18日。あこれ違う違う富士見ちゃんの一日偉いわあんたね。これ富士見先生喜ぶわよ。翼くんの一日店長ね大将さんとコラボはてなマークエクプリカフェ。あそうねあなた来なかったもんね、うん、え来たっけ来たっけ。あ行ってないか行ってないじゃん。6月から、うん、行ってないじゃん。嘘つきねあなた本当終わりよ何それあなた。でこれは何ですかこれ。何こタバコのねねえびっくりした、ね、素敵ね本当ね。どんな感じなの。全然あら綺麗になってるじゃないの、はい、これ何。あ米びつ米びつが入ってるの。あらそうなんだ。あらすからかんだね。いいわねここね素敵じゃないですかバニーちゃん。いいところだね。お何これ。ゆいさんが描いてくれた。あ素敵だねこの絵もらったの。違います。あれで撮っていいよって言って。あ撮ったやつで。印刷して、ね。印刷したやつ。これすごいわいいわよあんた。これパワーを感じるわなんかね。やつですね。ゆいさんのこれ絵なのね。神棚作ってない。いや神棚ってこれ勝手にどうなんだろう。神棚って結構方角決めた方がいいね。あ方角のこっち聞いた。あこれはちょっと聞いてないんですけど、うん、そうそうこれ勝手に作るってことなんだよね皆さん。逆に良くない。逆に変なレート作っちゃうっていうのはなんかね、でも、うん、あ聞いたんだ。違う聞いたんですか、うん、初めに別にどこでもいいし、うんうんうん、携帯の待ち受けでもいいしみたいな。あうんじゃあこういう棚を作るにしてもね。あ、まあ、向きはやしら聞いたほうやあんたやってます、うん、やってる。うんそっちね。で以上です。何が一緒なの。うん終わりですね。どうしたの。何どうしたの。何どうしたの。何なのよ。何があった。全公開ですか。どうしたの。これがあなたのあれ。あまあまあまあでも配信部屋で違う。もう配信部屋こっちにしたの。邪魔します。あらいいじゃないですか配信部屋で。あいいじゃんいいじゃん机があってあなた。うん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 いいじゃん。配信者っぽいな。配信者っぽいぽいぽい。いいじゃん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 。この広お部屋広いね。もう一匹もしかしたらにゃんこ 2DK かな。じゃあな皆さん2つ部屋のでしょ。リビングあってでしょ皆さん。うんキッチンがあってじゃないの皆さん。 2DK だ。そうだね 2DK か。いいじゃない。うんいいわね。そう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 、うん、でもこっちは多分猫ちゃんの部屋に、ね、部屋にそんの、うん、これベッドはこれ何これ、ね、で眠ってるの。あっちエアコンつかんないんで。あこっち寝てるのか。とりあえずそうそういいねこの部屋ね。あこの奥のなんか壁紙きれいね。あれにゃんこが引っ掛けるように。あいいじゃん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 ガリガリできるよ。なるほどね。うん特定さ何200円何なの一体、うん、何開示請求してほしいの本当、うん、さっき全部取ったわよスクショ。あなたアカウントもね分かるのよすぐ。あなた本当、見せてあげましょうか。あなたが今まで帰ってね帰ってきたコメントの数々を見せましょうか。あなた本当怖いわよ本当。あなたうんそうそうあなた私怖いわよ本当。食べます。そうそうそうどれ食べます。これいいね本当。いいお家じゃないですかパニッチャー。もう一個の話なのこれ。なによどうしたのよパニッチャー。何死体が死体でもあるの。どこなの。寝てる。誰が男性が男性出てるの。鼻が出てるわよ猫が。まあ素敵だな。ベッド買ったの。ベッド買ったな。誕生日じゃないでしょ。誕生日先じゃないの。で前シングルだぞ。なんだダブルになってんのこれ。いや前からじゃない。じゃ前からじゃないじゃないのこれ。前からです。前からこれでダブルじゃなかった。前から前シングルだったでしょ。前からベッドこんな前からこんなベッドないわよあんた。また嘘ついてる。シングルから途中前にこれあったの。本当いいわねこの家。え
ここは何寝室なんだよね。なんだけどもうこっちにつけ一応この化粧品ルームに化粧品の中にしたいの。いやちょっともう一匹来る子がちょっとこれ猫すね。もう一匹どういうことか あったの。じゃもう一匹あの迎え入れたなんですけど。あ3匹になるの。ちょっとその子が病気持ってる子で、うん、そうだ、うん、3匹になるのね。だからちょっとこっちにデスク移動させて。あそう、へあじゃあこっちに配信部屋なの。うんこっち寝室。あら本当。あじゃあ分けずに一緒になるんだ。寝室一緒になるのか。うんあらそうなんだ。感じのもあって、あでもあんた配信は配信でいいんじゃないの。分けちゃえば。いやいいの。うんここのベッド、ここは猫ちゃんの部屋にすればいい。じゃあやっぱここがこのレーンが2人、うん、あそう、あ、うん、いつもいる。あそうなんだ。このベッドいいわね本当。変なおもちゃ映ってる。大丈夫。映ってない。何もないものってないのか。いいじゃないのね本当。そうそうそう、ね、なるほどね本当。ハニちゃんが好きに使う。おだまんなさい。本当。何があんた好きに使えばいいよ。本当。どうせあんた、口挟むくせに本当クソババアは。本当。ね。本当によ。どうせ私のこの人って絶対言うくせに本当。あ、パンちゃん座ってここパンちゃんいるよ。いいです。食べましょう。本当。そう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 。いや私この椅子座れないわよ本当。じゃああなた座りなさいこの椅子は。私お客さんだからいいのよ。あなた家主だからいいのよこの家。マネルイスしかないから嫌ですよ。これ中村くんまたねほりはほりやった修理もすごそうだね。中村くんね。私がまだ落ち着いてないんだ、うん、まだ。そうそう。中村くんは結構あなたねほりはほりあなたもっとするわよ。あの人はあの人は呼ばない方がいいわねこの家にね。お前の前の家に呼びましょう。何かあったらあの前の家に呼びましょう。前の家も結局どうするか今。中村くんね。悩んでる。そうでしょ。犯人じゃ映らないじゃないの。じゃあこうするか。あれ、よし。いい？パニーちゃんのねここね。置けばいいかな。こうする？あれ？何これ？よし。お家じゃない。ねえ、いいお家だね。このお家。素敵よこのお家。夜逃げしたの？みんなに夜逃げってもらって。まあ、でも夜逃げ。やだないこれ。これキャットタワー欲しいの？キャットタワーでも1個ある。もう1個じゃあキャットタワー欲しいのね。じゃあ買いましょう。ねえ、おばちゃんが買いましょう。ねえ皆さん。買いましょう。どのぐらいの1メーター20じゃない？もっとあるわねこの高さがね。うん、2メーターあるじゃない。この上いや2メーターは絶対あるって。この天井は2メーター、多分これは20か30もあるわね。こんなもん結構高いわ上。そう、うん、でしょ。さあのやってごらんこれ。あ、めいちゃんありがとう。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパ。どやさどやさどやさ、ありがとうございます。これネギね、ネギ。ネギです。ほら、でしょ。すごいでしょ、皆さん。私すごかったんだよ。すごいね。わかるのよ、私には。すごいでしょ。そう、どういうタワーが欲しい決めてるの。いや全然すごいねこの日本。何これ。待って、料理ありたい。こんな食えるのかしら自分でやってるの。はい、大丈夫そう。すごいよねおそばの。待って、これこれ待って、これめんつゆなの。ちょっとお水持ってきます。これすごいねこのめんつゆ。ほんとそうそう、引っ越しそうだね。ここでもよかった。なんかパニちゃんもっとなんか遠いところに引っ越すと思ったわよ。いや、パニちゃんもっと遠いところに引っ越すかと思ったわ。な、近かったからね、皆さん。これだったら問題ないわね、まったく。そう。あ、でもちょっとあの、教えるのはちょっと限られた人にしか教えないわよ、あんた。この水何なの？あ、ブリッタです。ブリッタ？ブリッタ。何ブリッタ、どういうこと？なんか、浄水。あ、浄水の水を、契約したの？あ、いや、あの、あれですよ。なんか水入れると勝手に。
ろ過してくれるやつ。あ、そういうのがあるのこれ、うん、あ、どうも。あら、臭くないわね、美味しいわ、うん、ね。あ、冷蔵庫に入ってるの。うん、うん、浄水ポットなの。浄水ポットなのかな。ブリタですね。あ、ブリタなんだ。あ、飲むもんね、ナナちゃんは結構お水をね、いっぱいね。あ、そうかそうか、うん、全然大丈夫。そうそうそう、うん、私飲まないからさ、水道水を。行きましたもんね。飲むんでしょ。味は飲みます。うわー、ほんと。でも全然あの臭みがなかったわよ。あとなんか昔臭かったのよ、水道の水ね。どう皆さん、うん、なんかこれぶっかけるの、なんだこれ、なんでネギ2個もあるの、わかんないわよ、ね、おかしい、ね、ネギマシマシやね。あ、サビ臭いのもあるしさ、あのレストランの水もまずかったよね、カルキ臭くてさ。あ、全然飲める。あ、嘘、カルキ臭大丈夫。全然うわー、私無理よ、カルキ臭なんて絶対。よく飲めるわね、ほんと。これどう、これどう飲む、どう飲む、どう、そば飲むでしょ、ズルズルズルって。これぶっかけるのかな、ザーって。ちょ、ぶっかけたらちょっとあれかな、あのお茶碗に入れない、あるかな、ある、パニちゃんとこの。これ富士山盛りだってよ、富士山盛り。そう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 、うんね、そうね、これ多分さ、つゆつけちゃったらもうあれだもんね。そう、もう持って帰れなくなっちゃうから。そうそう、このぐらいにいいのなのかしら。こうするだから、ちょっとこう、つけそばにしようかな。そうね、つけそばでもいいわよね、これね。そうそうそう、うん、ジュルジュルしましょうよ。でネギ入れてさ、あ、危ないわ、ネギ入れてさ。そう、ネギね、ちょっとパンちゃん、これ開けてくれる？私あの携帯持ってるから、すいません。これ三玉分なのかな。あ、そうだね、そうだね、そうだね、うん、硬いパンじゃん、これやっぱ。やだ、硬い、ほら結構これ硬いから結構難しいかな、やっぱね。ガチガチだよ、これパンちゃん、ほら。やっぱこれ上からかけようかな、やべって。うん、やっぱちょっとパンちゃん、ザルで洗います。あ、そうする、ほぐし水ないもんね、うん、ほぐし水がないのね、これ。少し水かければいいのかな、パニちゃん。すいません、パニちゃん、ごめんね、ほんと。世話を焼かしちゃって。ほんと。ねえ、世話しか焼かないから、私ね。ちょっと、これ、コロッケも美味しそうね。こういうところのコロッケって美味しいのよね。おかしくない？あら、おいしい、うん、コロッケ入ってるコーンが入ってる、おいしい、うん、コロッケ入ってるって、コーンが入ってる、おいしい、うん、これ何、なんかこの山藤になります。なんこれ、鼻くそ、鼻くそ出ちゃったの。なんかこれね、これよいしょ、おいしい、うん、このコロッケおいしいわ、パニーちゃん。コロッケ入ってる、コロッケ、うん、うん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 。あ、これ、あ、グリーンピースのやつかな、これ焦げてるのかな。わっ、パニちゃんが折れましたねえ、ありがとうございます。うん、麺が多い、まあね、全部別に食べる必要は別にないのよね、別に全部ね、あの食べなくて別にいいのよ、食べれる分だけ食べればいいのよ、そんなのね、皆さんそうじゃない、もう。そう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 、うん、ね。あ、わさびも、これわさびなんもないわね、あれついてるって言ってますよ、わさびでも1個しかないよ。あ、1個しかないの、やだ、
ただきます。いただきます。おめでとう引っ越しね。いやすいません、ごちそうさん。いただきます。お引っ越しおめでとうございます。新しい新居でね、頑張ります。新生活をスタートしてくださいね。頑張ります。いただきます。すごいなこれ量。なんか音楽流します。うん、いただきます。うん、3玉ってハンバーグ超重いんだけど、うん、もうね、おいしいわね。いただきます。久しぶりお食事、うん、つるっとうまくいきますように。いただきます。何するの。あら、うん、どうしたの、うん、ファニーちゃんまでそんなあなた、うん、いいのよそんなあなたしなくて、うん、あなたまでそんなことしたな、うん、そう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 でしょ、うんうんうん、そんな食えるの、うんうん、細く長くって意味なの。この家にずっと住むの。でもそうだよね、長くね。こんな気に入ったもん、うん、あの内見来て。うん、まあ猫飼えるのが好きなんじゃん。ああ、そこがか。そうだそうだ、うん、ほんじゃん、谷ちゃんがあの女性記録出したのか。ん、あの歌舞伎町のワンコそばのところでさ。あ、そうですね。そう、谷ちゃんは女性部門で今トップなのよ。今もトップなのかしらね。いや、もうわかんないですけどね、うん、抜かれちゃったのかな。うん、うん、猫ちゃんうるさいわね。私が消えたら出てくるわよ。もう待っててちょうだい、もうあなた、うん、いや、おいしい。さあ、あれ、住所の家さ、これ、これ、みんなぐらいじゃないですか、知らない人に、昔。そうだな。それで、あんま、そうしてないようにしよう。そうだ。コロッケ、まじあるよ。はい、いただきます。うん、ね、コロッケ。おいしいわ。あ、そう、T シャツあんた、うん、飛ぶから、うんうんうん、ね、この T シャツ買ってくれたパンちゃんね、うんうん、わざわざもうね、うんうんうん、そう、猫ちゃんはそっとしてたのが一番いいのよね。どうも、そう、そうそう、マイペースだからね、猫ちゃんは、うん、私迎えてありがとうございます。T シャツね。うん。そば太るわよ。あ、そうなの？いや、そばって太るでしょ、だって皆さん。そば粉でしょ？と、太らないの？そば粉って。太るでしょ？うん。うん、太るってよ。十割そばじゃないと思いますよ、これ。富士そばのやつは。で、十割そばでしょ？あ、十割そばじゃないもんだって、こんな。そうそうそう、うん、食べるよ、もうどう見ても3玉だからね。ね、太るでしょ。結構減らないっすね、これね。私になっちゃう、これ食べる？うんうんうん、美味しいわね。うん、お蕎麦美味しい。うん、あ、年末ね、年末どうするの。年末どうしましょうね。年越するの、どっかで。いや、本当に作ってますね。あ、そう、うん、一人で、うんうんうん、話しつけながら、うん、私実家に帰ろうかしら、うん、ね、今月、あの年内ね、また実家に帰ってね、お母さんと、うんうんうん、そこ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 お実家や、ね、いつまで来てるか分かんないや。うん、うちの母もさ、みんなさ、ね、もうほら、うん、そう、会える時に会わないと、
まだ元気なうちに会っといた方がいいでしょ。うん、うん、そう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 、うん、そう、美味しい。このこの油が回った天ぷら美味しいね。なんかすごくね、懐かしい味するわね。うんと、このかき揚げまた美味しいね。私の母親まだ59なの、まだ若いんだけどね。59って若いか、まだうちなんか。あ、若いね、うちなんか若いね。あの、1965年生まれだからそうだね。59じゃない だよね。私がだから85だからそうだね。ほんと、若い。そう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 。うん、若いのよ。19で、あの、妊娠したのよ。行き過ぎたの。カズマも、うん。そう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 。カズちゃん着替えたの？あ、呼ばれちゃうと思って。ああ、服ね。おお、っていうな。そうそうそう。うん、美味しいわね。でも量多いわね。うん、失敗したわね。これ飲んだら食べたら飲んだら食べたらどう？カズちゃんこれ。あの食べる？明日のお昼ご飯よ。私持って帰ってみるけどね。うん、じゃあお腹いっぱいよ。飲んだらっておかしいわね。ねえパニちゃんね、結構食べちゃうからツツルルルルンって。パニちゃん結構飲むのよ。うん、私40じゃないわよ。私まだ39必要じゃね。全然よ、まだ。中井会長ね、うん、しつこいわね。あんたのとこも来る？中井会長、うん、来るでしょ、うん、消してるの？うん、消してないの？うん、ちょっと消しとこうかな、今日はね。ゆっくりちょっと食べたいのよ、ご飯ね。とりあえずまた今度来てね、ほんとありがとう、うん、ね、うん、中井君はね、何よ。じゃあうるさいんだ、もうロムって言ってちょっといいから。もうロム何の音、今の何これ。ん、何今の音、何今の死んで。ちゃなんかいるの。ギャーって今言ったんだろうね。聞こえたわ今。首絞められた音してなんかね、今ね、刺殺みたいな。うん、うん、やっぱし汚いわね、本当は。あんた汚い人ね、本当。あのてめなさいよ、汚いから。とね、うんこはちゃう、うんこ違う。それあなた誰いるの。誰誰、うん、いるの。誰よ一体。いるの。え、臭いわ。ねえねえねえ、新居臭い、ちょっと、ね、うん、臭い臭い新居、うん、そう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 、ねえ。いいのよ、マーキング。マーキング、うん、マーキング、そうそう、マーキングしてね。どういうことよ、ね、ここに男連れ込めれるわね。連れ込まないっすね。いや、私ね、あそこに持ってくの反対。なんでかって、男呼んだ時に分かるもん、ベッドのなんか雰囲気で。あらって言って、男誰か連れ込んだらしょってなっちゃうでしょ、あんたね。男バレちゃうわよ、あんた。どうでしょ。ね、バレちゃうでしょ。出た。じゃあバレるわよ、あんた絶対。あのベッドのやつ雰囲気で、あの前胸キュンもバレたもん。誰もいないですもん。わかんないじゃないね、あんた。うん、うん、ほうよ。ないな。箸の持ち方がおかしい。うさいなんだわ。プラチナプラスよ、ほんと。そうね、うなげ、ほんと偽物プラチナプラス、ほんとね。うん、うん、あれ8253、空気清浄機いるの。誰が8253なの。んプラスプラスプラス、うん、知らない知らない。
清浄機、空気清浄機はなんかパニちゃんいらないみたいよ。ほんまに。そう、キャットタワーがいいみたい。なんかキャットタワーにしようかなって、お祝いね、引っ越し祝い、そうしようかなと思って。私は後でパニちゃん住所聞いて、注文して送ろうかなと思って。その何色がいいとかあるの？そのキャットタワーいらないの、色でも、色はでもいるんじゃないの？何でもいいの？レインボーでもいいの？ねえ、レインボーでもいいのじゃん。ねえ、そう、お部屋に合うのがいいわよ。本当もしね、部屋に設置するんだったらさ、ちょっと、ピンクとかね、ピンクでも長状態だよね。木目調がいいのか。パンちゃん来ると早いな、あんた。自分でもなんか悔しいぐらいね、食べる量めっちゃ減ったの。胃がなんか小さくなったのよ。なんか本当に、いや本当に昔の私じゃないみたい。昔本当にすっごいなんかこう、でもお薬ね、お薬すごい食べれたのにさ。いや世代交代、いやパニちゃんには大食いにはなってほしくないわね。私はもうこの子多分なるわよ、糖尿病に。すまんこの子もなっちゃう、糖尿病に。そうそう、あの当時だからあれですよ、あれもっと前細かったよね。でも痩せましたな、けど最初の頃痩せました。最初の頃すっごい細かったよね。まだね。あれの時に比べたらもうパニちゃん変わったよね。まあもう2年なんだ、知り合っても2年か。そうですね、早いわね、濃密ね。中村君なんて4年目だもんね。早いわね。ツッピーも1年ぐらいかな、ね。でも旅行行きたいわね。だから旅行行くなら私とツルピンとパニちゃんと中村君いらないわね。まだうるさいかな。呼ばなかったら温泉旅行ね。え、オカマだけで行きましょうよ。オカマさんに。うん。で男捕まえましょう。と捕まえてさ、旅館に連れ込みましょうよ。ねえ。旅館連れ込むの。そうそうしましょう。楽しい旅にしましょうよ。怖いです。そう。食べるネギいつも。食べないです。中村くんだってうるさいなんだってねえ。あ、大将くんいいわね。大将くん呼んだら田梨くん呼びたいわね。あ、たまやん。中村くん呼ぶなきゃね。中村くん呼ぶね。だったらもう慰安旅行みたいなするかね。だからみんなでも呼ぶかね、じゃあ。そうそう、でもね、そうなのよ。また人数多いとツルピンがものすごくね気を使うのよ、皆さん。ツルピンってね、全部なんていうかな、そのツルピンのすごいのよね、裏方作業って。すごい。大阪の時もねすごかったんだけど、すごいのよ皆さん。ね、裏で結構何でもするのよ。荷物運んだり並べたりとか、なんかこう結構ねすごいのよ。周りをそう見てるから。そう間質性肺炎だって言ってた。全然そうだけど、でもまだほらできることはまだあるわけでしょ。だってでも先生がもし行ってもいいって言うなら行けばいいじゃない。まあ、いる。あ、食べる、うん、じゃあいい、食べてもらってました。そう、ね、でしょ皆さん。そう、パニちゃんの新しいお家、でもタワーマンションよ。タワーマンション、なんでタワーマンションになったの。そうそう、なんかタワーマンションに行ってきて、私のところに。
あ、パリンちゃんのうち。なんか変だね。うん。あ、そうそう。ツルビン何かしてあげたいのよね。お世話になってるから。運転とかもね。一緒にね行ってくれたし、大阪も行ってくれたし、滋賀県もね一緒に行きますって言ってくれてさ。そう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 ね、帰り運転しますって言って、ひーちゃん眠っててっていう風にね言ってくれてね、本当あんないい人いないわよ皆さん、本当。そう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 、ねえごめんねツルピンって言って、いつも無理させてって、全然いいんですよみたいな、うん、リハビリになってますからっていうのよね、本当あんないい人いないのよ皆さん。そう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 、うん、だ温泉旅行連れてあげたいわね、ツルピンに。私も頑張らないとねえ、ほんと。そう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 、うん、前の家は引き払ったのだってよ。だから静か、うん、それでずっと質問されるのも、うん、あね、何回目なのって感じぐらいの、もうずっとなんか教えて、何回ぐらい、え100回ぐらい、100回はいったんじゃないですかね結構ガチ、100回は行ってないのかな。で髪切って3日間ずっと言われ続けるみたいな。髪切って、ああいう言われたの、髪切ったの、髪切ったのって、うん、なんで切ったの、なんで切ったのなんでなんでみたいなもうね、あの、うん、興味持ってくれるの嬉しいんだけど、もうちょっと、もう待ってっつって見たら分かるだろみたいな感じなのね、うん、髪の毛ね、はいはいはい、どうして切ったの言われるわけあ、理由を言ってくるの、あ、なんで切ったのって言われるわけ、で、なんて答えるの、え、いや、配信ついたかなんとなくみたいな。でもな、似合ってんのその髪の毛ね、いや、でもあれですね、昔と変わんない、昔多分短かったんで、いや、あの会った時、そうです、ね、今の綺麗だね。いやでも髪薄くなっちゃったんで、これ何、あの、ヘアしやすくなったでしょ。あ、でもすぐ乾きます、ね、え、どういう風なヘアスタイルに普段してるの。結構変わんないっすよマジで、山下達郎みたいな、ちょっとクルンクルンってしないの。したいんですけどね、クルンクルンすればいいじゃんね、クルンクルンとか前たいとかして、え、これどこでみんな覚えてんだろうね、クルンクルンのやつ。わからない、どこで覚えてるの皆さん一体そのクルンクルンは。髪の毛のその言ったらさ、あるじゃないの、パーマみたいなやつ、あれは YouTube、 あ、 YouTube 見てる、練習してるの、え、バーナーでクルンクルンやねえ、ハゲるわ、もうハゲてるんだからね。あ、TikTok か。ああ、今 TikTok、YouTube か。だパニちゃんもふわっちだからね、ツイキャスしてないからね。ツイキャスやらなきゃ。私の方がツイキャスしてないなのかなってぐらいで、ね。もともとツイキャス主だったのよ。そうです、ね。皆さんね、最初の頃、うん、あの2年前に会った時は。そうですね。まだ閲覧20ぐらいなんだよな、うん。2年前はね。でなんかね、一回奈々ちゃんと絡んでるの見た気がするのよ。そうです、初め、あたしそこでなんか喋ったっけ、最初奈々ちゃんとこいたっけって言ったっけ、確か、うん、いや、あのね、ももこちゃんに、うん、あれ、かまっくりかな、うん、ひーちゃん来るからよかったら挨拶してみてみたいな。あ、なんで喋ってくれると思う。いや、私が結構緊張してたんで、うん、かまくり、うん、かまくりじゃんけんな、うんうんうん、あ、それで、それで、あ、それでか、うん、そっからね、付き合いが始まったけど、うん、なんかね、あの、ふわっちやってみたらっていう風に言ったら、ふわっちつけたら皆さんもうパニちゃんその日でもう7万か8万がつけたなんで飛ぶのみたいな。あ、では何が起きてるのか分かんなくなる、初めは何なのって思って言った。それアイテムが分かんなかったんで、初っ端からね、あれはびっくりしたわ皆さん、マジで、あれびっくりよ、そう、あれびっくりしたわ、ねえ、そのふわっちのアイテムが分かんなかったんで、すごかったでしょ。閲覧もね、300、400ぐらいいたのよ。行きましたね、初っ端で。でもロビンソンさんの、いや、でも流したでしょ、一回流してね、
そうそうそうね。それからね、いろんなことがあって、ありまして、あれ、あの男も男のことでも揉めたしね、結構ね家のことも揉めたし、とある人と揉めたしね、本当になんかもうね、じゃないでもいろんなトラブルを結構ね、まあ、巻き起こしてくれて、ネタをたくさん私たちにくれてね、本当でしょ。なんかアイテム飛ばないんですって、どうしたいんですかねって言って、そうねみたいな悩んでるね、一緒にね、アニちゃんが相談来るのよ、どうしたら飛ぶんですかねアイテムって、そうねって、歌ってみたらどうかしらって言ってね、歌じゃないって言って、歌ってごらんよって言って、歌ったらちょっと飛んだよね、そう、あ飛びましたって言ってね、そっからなんかイベラスは強いね、てます、イベラスは強くなってんね、パニちゃんね、だいぶ、うん、やっぱ歌なのよね、結局ね、歌受けるのよやっぱね、ロセクリーンイベラス過呼吸チックになっちゃうんですよ、なんだろうね、興奮するのかな、興奮しちゃってんだと思う、今では1位を目指す、いやもういや、イベント1位よ皆さん、いやいろんな方々総合でもない、前3位、まあ初めてでしたね、総合3位、すごくない、全部の総合で3位よ皆さん、あれ400万ぐらいいったよね、ポイント400万ポイントいったよね、あその言ったら無料の全部合わせてもいいよ、倍も合わせてもね、400万すごいな、初めて、いやすごい、パニちゃん黄金期だね、いや今が黄金期よね、今のうちにたくさんあのお金もね稼げるなら稼げた方がいいよね、絶対、だって波があるから、こういうのって配信って ねいい時もあればさ、ある時もすごいあるのよ皆さん、になる、そうそうね、いつまでもリスナーさんがずっといるわけでもないじゃないの、そうなんですよね、そうだからやっぱり波があるから、今のうちにもらえるんだったらもらった方がいいし、初期にそれはでもね、言ったね、そう稼げるうちに稼いだ方がいいよって、そう波があるからどうしても配信してるとね、皆さん長いとどうしても、そうだから一回ガクンってなって、そう下がって一回減らったもんね、減らいましたね、マリちゃんね減らったのずっと、ゴールドに下がったのかな、てかゴールドに下がった、配信ボタン押すのか分かんないですよ、ねえちょっとなんか配信休んでたもんね、休みがちですね、また復活しまして、いやいやですよね、いろんな先輩の方々とみんなに支えて、そうね、パニちゃん性格は確かにいいわね、飽きちゃうとございますが、悪くはないわね、腹が来るんです、ね、素直なんだよね、全部あの靴み隠さずに全部ね喋っちゃうしね、時々かけてますけどね、だからじゃないきっと、ああそうね、義理も大事にしてる感じがする、確かにな、分かんないよそれは、後から自分がちょっといい人に見られたいと思ってやってるかもしれないしね、いやそれでもそれはありますよ、そうそうそう、みんなに言ってますけど、それはでも絶対あるよね、私もそうよ、じゃあ私も大体そうよ、私もみんなにいい人だと思われたいもんだって、あなた、そりゃそうよ、ひーちゃんいい人だったな、ひーちゃん優しいよな、みたいな、そうよね、うん、そう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 、ね、いろんなスタイルあると思いますけどね、やっぱ少なからずはやっぱり映ってるからね、そうだね、ほんとね、そう、みんなそうなるのよきっとね、ほんとね、パンチよかったねこの家ね、いやでもだから、ね、いいお家だね、この家いいんじゃない、マナミンとか、マナミン知らないの、あマナミン、あのオカマの人、あオカマ、マナミン、マナミンすごかったよ、一体じゃあツイキャスの時とか前向か今2、3000人いて昔、そうなんかいろいろあったりするよね、うん、2、3000人いたのよ、マナミンの話ね、なんでマナミンの話は分かんないけど急に降ってくるからそうそうそう、うん、そんな聞きたいのと思ってマナミンの話、いやマナミン料理配信とかも前にしてたけど、そう人多かったのよ、すごかった、うん、多かった、ね、ただ多かったんだけど、なんかねちょっと失言が多かったのよ、失言が多かったの、ちょっとそうそうそう、そこでちょっとなんかこう離れちゃった、あそうなんです、リスナーさんが、うん、そう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 、あと結構その録音すると結構、ま
まあ、ブロックもそう多かったしね。あ、そうなんですね。うんうん、悪いじゃないけどね、マナミもね。うんうんうん、そうそうそう、うん、あの福島の地震あったじゃん、うん、あれでここら、まあ、あのまあ流された人は魚の餌になったとかそういうふうなこと言っちゃったのよ。なそういうふうなこと言って荒れたのよね確か。そうそう、それを 言わなければよかったら言っちゃったのよ。そう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 、うん、そこで荒れちゃってね、やっぱり、うん、でちょっと離れちゃったりとかして、あと飲酒運転、飲酒じゃない、なんか車になんかね、車になんかぶつかったんだよ、車かなんかにぶつかったのよ。飲酒運転しながらなんかどっかな物になんか当たったかなんかのあったのかな確か。それもそれもなんか、うん、なんか飲酒運転なんか車のトラブルがあったのよ、うんうん、それもなんかちょっとトラブルになっちゃって炎上になっちゃって、うんうん、それもなんかあったかな。うん、そうそう。あとまあほら奈良さんとかにあちこちにねこうまあ言った暴言吐いたりとか、なんか お店のこと言ったりとかさ、あの雅のこと言ったりとかさ、ちょっとそういうのもあってまあ離れちゃったんだよねみんな。うん、そう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 、うんね、そういう感じよね。うーん、今ではあれだけどね、うん、昔はすごかったんだよ皆さん。そうそうそう、奈々ちゃんは定時配信免職になったの知らないわよ。そうなの？最近本当朝ちょっと仕事免職になったの？いいんじゃない免職になればね。え、免職だってやっとけばね。うん、そういうことですか。そうそう、免職したらないでしょう。猫ありがとうございます。免職なんか免職じゃないわよ多分、絶対に一般の放送するわよ。でやってからじゃないですか。あ、具合悪いね今。あ、なんかそれ聞いたな、胃潰瘍かなんか。胃カメラすればいいの早く。胃はね、胃カメラしないと分かんないからね。薬とか皆さん、内視鏡なんでしょう。そう、あの胃っていろんなことがじゃないの。十二指腸潰瘍とか潰瘍とかさ、なんか肝炎、胃炎か分かんないけど、わ、ね、かる皆さん ね、だからこう胃カメラしないと どの薬がどういう風に合うのか分かんないから、どういう症状かさ、胃カメラしないと分かんないの。そうそうそう、ピロリ菌がいるかもしれないじゃない。で、胃カメラが一番皆さん分かるのよ、胃の症状って。そう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 、胃カメラ見たら細胞取れるからブチって。ああ、で検査必要ね。そう、でも小さいがんでもパッと取っちゃうから、内視鏡でね取れちゃうから。今もう本当にちっちゃいがんだったらピャッて取っちゃうから、だよね、腫瘍かなんか取っちゃうから、ピャッて。そう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 、だから胃カメラでも眠りながらできるからね、眠りながらすればいいんだよ。そう、眠りながらできるよ、楽よ。谷ちゃんもやるの？私はあれ、バリウムスクまでやってる。バリウムなんて飲んだら大変なんだ。バリウムトラブルが多いじゃないの。まだ今のところ人工肛門の人もいるしね。バリウムだったら、そう、もうダメダメダメ、もうそんなのなったらもう大変よあんた。しかも今の時代でもバリウム飲むなんてもうないかな。あれ、会社の健康診断は飲んでる？バリウム、いまだにバリウム、うん、そうなの？バリウムなの？え、何、今普通にカメラが主流なの？イカメラじゃダメなの？もうバリウム、何、バリウムやっぱ安いからでしょ？あ、そういうことか、ね、でもあれはちゃんとイカメラの方がしっかり映るんですよね。イカメラの方がいいんだよ、あれって皆さん、ね。あ、健康診断だからでしょ、バリウムなのはきっと。そう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 、ねえ、そう、バリウム固まっちゃう、そう、下剤飲まないといけないし、うん、そう、ダメ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 、ほんと。あ、みんなバリウムなんだし、バリウム、いや無理だわ。胃カメラが一番ですよね。ねえ、そうそうそう、そう、私も胃カメラに、胃カメラでも点数高いから多分健康診断に多分いらないんだろうね、企業が。かオプションか、そう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 、そう、多分ね、きっと、体が高いじゃない、きっと。そう、胃カメラね、そうそうそう、私胃カメラ嫌いだ、私も。でも口の方へ、胃カメラね、でっかいやつ。あれ、下からも入れられる？下、それ大腸カメラ。あ、大腸ね、大腸カメラ。胃カメラきついわよ、ほんと。鼻特殊なやつね、一回やりたいと思って。
やればいいじゃない。胃が死んでるかな。やればいいじゃない。え、でも自費？あの保険聞くわよ。保険で、え、でも、うん、自分から言うやつって自費になっちゃうんですよね。うん。で人間ドックは全部あれ自費じゃない。うんうん。そうそうそう。人間ドックすればいいじゃない。行きます。行こうかな、だし、でも10万はするでしょ。あれ泊まりか日帰りかって選べますよね。そう、選べる。泊まりになったら1泊2日なのよ。あれ。あの、1泊2日の脳毒まで。はい、新曲が通って。いや、無理じゃない、病院のやつは絶対。ダメだ、病院はね。医療機器あるでしょ。配信しながら回したら。携帯をつけれないか。そう、言われるんじゃないの、ね、そういうのって結構。機器がなんかどうのこうのって言われそうじゃない結構。大腸検査は痛いっていうかね、あ、痛いっていうか空気が入ってくるわ。あの物が入ってくるじゃない、うんうんうん、押してる感じ空圧っていうのじゃあ押せっせとなんか似たような感じある空気あそう、ね、入り方はっていうか何オプションでつけれるの会社のオプションかなんかで検診かなんかで胃カメラかなんかつけてるの胃カメラの項目見つかんなかったんですよねあなかったの無理だと分かんなくてないんだねいや多分書いてあったんですけど気づいてないないのかシャワー感してるいや違うのよだお腹が張るのよお腹が張るあえて空気入れてんじゃないの違う空気入れてるじゃあ空気入れてるのかな多分そうだわ空気入れてんじゃないですかねうんそう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 下剤のやつ飲むのよあれ、うん、大腸カメラってねそう下剤飲んだわ2リットル私そうそうあとは前回ですよ、ね、そうよしんどかったわあれパンチお酒まだ飲んでんだもんねお酒でも配信会ではそんなに飲まないですよ配信中は飲むのもうやばいトークができなくなった時は飲むの飲みますうわーって病気じゃんそれあんた喋れなくなっちゃうんですよなんで途中でやばいえ何もう飲めないと思ったもう回らないと思ったら飲むのうん飲みに行くのあいやもうおあ飲むとちょっと、うん、ほら周りの口回る確かにねあれちょっとうるさいかなと思って、うん、最近おうちと、うんうんうん、ここではまだ飲んでないんですここは何防音なのあてか聞こえるあのねいない上も上もいない下もいないの下もいないあいいじゃないここあいいところだねうんここいいじゃないそうそうそう、うん、あいいわねここ誰もいないんだってちょっと配信は映さないんですけど全然何が映せばいいの映せばどんな感じなのなんか見えるのカーのところ開けてる空間あるんだよねここ何レインボーブリッジ見れるのとコメントあったよさっき見したでしょまあ、ね自爆でもあそうあ見せてはないですけどね本当なパニちゃんなんか腕なんかあれじゃない日焼け太くなったえ嘘でしょどうしたのよマッチを男性フローも打ったのなんか本当あらっつって腕太くなったねパッチこいつってどうしたの一旦なんかね太いなんかやだなんか太ったわねガチムチになっちゃったんだけどどうしたのなじゃあなんか私ねパニちゃんチラッと見たのよなんか太くなったねと思ってうんあん俺んとここないかいこれ腕を細くするためにはこれどうしたらいいのこれ無理だよ女性ホルモンもっと映しないよな違うでしょこれ何これこれ女性の腕の細くするってことどうしたらいいのこれ脂肪吸引すればいいんだってよただのデブ脂肪吸引すればいいのこれ腕だって脂肪吸引って皮膚も切るでしょこれ切っちゃえばいいんだね。走ればいいんだ。走るの？確かに太いね。ね、パンじゃない太くなりたいの？なりたくないですよ。うん、やだ。私結構腕太いのよ。知ってると思うけど。うん、私は全然腕変わらなくないですか？私は全然腕太くて、私と変わらないのですか？変わらないですよね。私も結構そうだ。あ、私これほら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 これこれこれが好き。筋肉は。見てほらこれが好き私ほら。あやメンズ。これね。そうそうそう。うんね。私これが好きなんだよね。あ。そうそうそう。うん、ね。わかる？そうトレーニングしてる腕。そうそうね。ちょっと残せるもん。うん。
よ。私はこれが好きなのよ。あの太い方がね、ヒロキの時の方が好きだから。私は女装は好きだけど、女装はね片手間でやってるから、女装もいいけどね、ヒロキも好きだから私。そうそうそう、ねえ、おいとましよっかん、ね、パンちゃんもね寝るから皆さんね、ほんと、はい、パンちゃん配信つけるのって。いや今日あれこれやる、今日祝日ですもんね。そうだよ、パンちゃん配信するの。じゃあ明日が、今から配信するの明日が。え、今4時4時よ。寝ましょ、嘘でしょ、寝ましょ、寝ましょ、パニちゃん。いや、ほんとやん、寝ましょ、パニちゃん、寝ましょ。高級タワーマンションからの朝日を見たいんだってよ。親水公園さんが浸水さんです。あ、浸水公園さんがいてるよ。まだです、まだよ、まだです。あれ、パンちゃんチャリンコは置いてきちゃったっけ。もうテーピューで取りに行くか。取りに行かなきゃ、やだ。取りに行く今うん足歩いていくんでいいですよ。やだ、忘れてた。乗せてくんか。いや大丈夫です、歩いてビュービュービュー。犬までボットロスパイでしょ。え、あそこで。じゃあそうする。いいんです。あ、いや大丈夫よ。やだ、じゃあ行こっか。やっちゃった。何それ。そうです、何してるんだか本当。うん、パニちゃん明日早いの。朝は明日も8時半わ。あんま寝れないわね。あ、でも4時間しか寝れないじゃないの。4時間寝れれば十分なの。うん、そういうあれがいいわね。考えがいいわね。4時間しか寝れない。4時間寝れば。いや、最近でも睡眠取るようにして。いや、取らないと寝ちゃう。やばいでしょ。全くもうそ、私なんて今日も10時間寝たわよ。たっぷりたっぷり寝た。皆さん、おかげさまでトークキレキレよ。本当、あなたトークがキレキレ。トークがそうね、できなくなりますよね。ダメダメ、私もうほんとね、いや言われるのよね、調子いい時と悪い時ってやっぱあの分かるよね、みんなね、私のね。そうそう、いい時はいいんだけど、うん、ね、だめ、ね、寝不足の時はダメなんだよ。ラジオ、ラジオね、オッケー、ラジオね。お邪魔しました。猫ちゃん、あのいるからさ、帰りましょうね。猫ちゃん、あ、かいいじゃん。あ、これ嬉しいね。そうです、マーさんが、パニちゃんプラチナおめでとうございます。だって嬉しいわね。そうそう、リスナーさんでもあるの。あ、そうだよね。うん、ね、おじゃ、ね、お邪魔しました。ねえ、次は TikTok 行くのかしら。ツイキャスね、TikTok 行くの。ツイキャスで次行くの。ツイキャスで成功するために行くの。次は野望があるの。ツイキャスに行って潰すの。誰を潰すの。潰すとかないですよ。富士山なら潰すの。大何売ってるの。誰を潰すの。誰も一言も言ってないじゃないですか。私をまず潰したでしょ。潰してないじゃあね、まず私を潰したでしょ。うん、ね、次何、ツイキャス行くの。TikTok タバコ吸えないんだ。うん、何がタバコとか吸えない。タバコ吸えないの。よいしょ、よいしょ、タバコか。いやでも TikTok 向きだけどね、パニちゃんはね。やっぱあの荒れるのがやっぱほら好きじゃないじゃん、あなたの放送って。だツイキャスってなんかちょっとあのね、フワチに似てるじゃん、昔の。似てますね、昔のフワチに似てるのよ今のツイキャスってね。皆さん今ちょっと変わりますって思う。うん、だから TikTok 行けばいいのになと思うんだよね。私はずっと言ってるの、 TikTok に行けばいいのにって。でもね、だったらじゃああなた行けばって言われるけど、私も TikTok 行くのちょっと嫌だわ。そんなねえ、喋りたいことも喋れないもんだって。ちょっとなんか言ったらすぐ規制入るよね、私ね、 TikTok でも。すぐ入るよ、警告入ったりとかしてね。そう、 TikTok 難しいのよね。あ、どっち、あっちか。コメントが見づらい TikTok。 うん、確かにそうね、本当に。だってフワチの英版社が今 TikTok の大手だからさ、もう終わってるもんね、サイト的にも。でしょ。だって皆さん今だってフワチの英版社が牛耳ってんだよ今ね、 TikTok あそこで。
そう、しかもね向こうでも炎上してるのよずっと。気持ち悪いわね本当皆さん。あいわい大丈夫大丈夫。そうそう、ある意味終わってんのよね本当、うん、荒れてる皆さん、もう本当荒れてる、うん、結局、うん、なんか子供をなんかこう配信の道具としてしか使ってないようななんかいるねんそういうのが。なんかさ、わかる？あれダメだよね本当。そうそうそう、ああいうのさ、わかる？なんか、うん、本当に ああいうのばっかりって思っちゃう本当。そうそう、でしょ？ツイッターでも拡散されてるでしょあれ。本当。うん？よし。そう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 。なんか子供がかわいそうだよねやっぱね。ああいうのって。オッケー、ありがとうねパンチ。いくらだったの？いくらだった？返すわよ。返すわ、ダメよ。返すわよ。パンチちゃん返すわよ。返す。ね。パンチちゃん返すわよ。パンチちゃん配信する？いや4時。ん？4時。本当だ。4時ね。4時。朝日まで配信するの。で朝日まで配信するのかなと思っちゃった。いやでも今日ほんと少し落ち着いてよかったですね。引っ越しよかったね終わってね。まだまだエアコンとかいろいろありますけど。じゃあ行きましょうか。どっち？後ろ？うん。バックして。バック？え、うん、ここなんかね。何？うん。行き方がなんかあるの？標識がわからないんで。あるのこっち？右？これど大丈夫？標識とかわかんない人ですよ私。右？大丈夫？こっちまっすぐ？あ、左。左ね、はいはいはい。皆さんよかったわよパニちゃんのお家ね。でもタワーマンションよ。タワーマンションで、ね、別に。皆さんすごかったわよ。うん？誰この雲次郎さん、何この人？てめえなんか先生の何でもいいからゴミが、こいつは下町の変態だからみんな相手にしちゃダメだよ、うん、誰この人一体、うん、誰この人私。 あら藤見ちゃんありがとうございます。ありがとう。あらありがとう。ありがとうございます先生。ありがとう。ちょっと待って先生、ごめんなさい、ラジオで。先生ごめんこっち、うん、先生ごめんなさい今ちょっとラジオでちょっとつびっといたらもう。すいません先生ありがとうございます。あでも難しいですよ私。ファンタスティッ ック、うん、ありがとう。ズームイン光やでソーシャルディスタンスよ。長いわね。長いで短いわね。短いと思ったけどやっぱり長いわね。ロンロンタイノースイよね。ありがとうございます。あ大丈夫です。ねえありがとうございます。あもうラジオ解除して。大丈夫大丈夫。雨に怒らないんだ。家バレちゃうじゃん。だってそこやん私も。過去の家？うん。いやでも過去の家でもいいの？バレても。いや過去の家だって割とバレてる。バレてる。我ら映してる。藤見ちゃんありがとうございます。ありがとう。音フェス良かったです。先週からもちょっとプレゼントやったの？まあ、中間管理が。え？もらったの？引っ越し祝いで？はい、まあいい。行きねえ。行きだわあんた。セブンで止めちゃいましたですよ。あ、チャリンコ？はい。あなた行きねえ。先生、先生が行きねえ。ああ、そうなんだ。なんそういうところなんかそう律儀よね。松坂記憶って。あ、こっちなの？これも、あ、ほんとだ。これ大丈夫？うん。あ、そうなんだ。なんか食べるの？今でさっきなんか持って帰る？食べて大丈夫です。デザートは？杏仁豆腐食べたくない。大丈夫杏仁豆腐は。杏仁豆腐もういい。大丈夫。いやー杏仁豆腐大丈夫。なんで通報したの？ありがとう藤見ちゃん。今終わったのかな配信ね。食べましょう。もしかして今配信終わったのかな。食べる杏仁豆腐。食べちゃう。じゃあじゃあ杏仁豆腐買って終わろうかしら。やっぱりね本当。そうそうだよね本当。藤見ちゃんこの時間起きてるのびっくりしたわ。
最後また終わられたんですかね。え、終わられたんですかね。配信終わったんじゃないかな。ほんとすごいよね。アンに吸い込みましょうか。あ、でも私今日また会うかな。あ、そうなんです。そう、寝た方がいいよ先生もね。私も今日昼会うから、あのお昼に前々と合流してすき焼きパーティーする。あ、そうなんですね。うん、であんただってあれでしょ、忙しいでしょ、仕事ってもっとね、お昼間でしょ。前々ともほら待ち合わせしてるから。あ、そうなんです。一緒に行くって今度期間あればまた撮ってください。そうそう、誘われてた今。12時、え、誘われてた今。誰が誘われてた今。あー、どうかな。ちょっと待って、買ってくるわ、アンニーロークね。アンニー、何でもいいの。あ、大丈夫です。誘われてたって言って、今度機会あったら。ありがとうございます、すいません、ジミちゃん、ありがとうございます。お松坂君、ちょっと自慢しちゃいますみたいな。すいません。来てます。いやー、ていうか4時だったのびっくり。すいません、アンニンちゃんもパクン、ちょっとパクンポチンズね。あ、みんなお揃いですね。なんで、あ、やだ。お揃い。この空の下つながってるんだなって、よく空を見て、あの、いろんなリスナーさんと、あと、ね、素敵な配信者さん、先輩方々を、あの、で、空を見てよく、あの、初心に帰ってます。皆さんおかげで、本当に。あ、そう、そうだ、あの時ね。ちょっと、あの時とばあした。あわあわしちゃって。一個、どういうこと？いや、前、そう、前の力ですね、これね。いろいろ。22年以上住んで。てっちゃん、まず、確かにてっちゃんね、今、ちょっとコメ欄にいらっしゃいましたね。あ、まね、なんかナイスお逃げしやす。てんちゃんね、早起きなのかな。早いね。まあ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 、カメラに広げては、あ、日の、あの、てかもうね、秋模様だからね。いやー、これチャンネルさん、ありがとう、ありがとうございます。いやー、でも富士そばにお腹いっぱい。いやー、あのね、前の家はね、ゆいさんに見ていただいたんだけど、あのね、あんまりいい気がたまらないと。で、とにかく、そう、とにかくもう空気の入れ替えをしなさいみたいな。だってさ、あれ、そう、自分のちょっと枠の方で言わせてもらったんですけど、びっくりした。引っ越し最終日、キッチン開けて掃除したらキッチン腐っててびっくりしちゃいました。そう、やばかったの。マジで。そう。で、業者さんに見てもらったら、やっぱし腐ってたと。ハリちゃん、これ、あの、タイミーしない？タイミー。タイ？タイミーしない？タイミーって何？タイミーよ。グビグビ？え、じゃあタイミーって知ってる？バイト？バイトのやつやらない？何をやるの？あの、1時間とか2時間のバイトしましょう。全然いいですよ。配信でさ、やるの。いいんですか、タイミー。じゃなくて、もあんたが持ってて、うん、私がちょっと派遣に行ってくるから、うん、あなたこれ配信つないでもらってて、うん、私が仕事行ってくるから、ピャッと。どういうこと？ねえ。そう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 。え？え？でしょ？私追っかけるの？じゃあ、だから、例えばセブンイレブンで私が働いてる人じゃない？うん、
うん、セブンイレブンなんだけど、まあ、カニちゃん、まあ、こっちで携帯持ってて、まあ、その短時間でバイトしてるところを、まあ、言ったら、まあ、映しちゃいけないけど、あの実況するみたいな、まあ、実況して、ちょっと見てくるわって中に入ってって、実際中のちょっと、まあ、見てもらうのよ。どう？実況中継。実況中継と。そうそうそう。ねえ、いいでしょ？社会勉強でしょ？そうですね。どうかなって思うんですよ。当てちゃいらっしゃい。あとステッチ起きてた。ふわっちでやりましょうよ。ふわっちでまずいかな。言うブチブチと。聞いてない。だって映してないじゃん、だって映してないしだってあなたあれでしょだって。うん。だって映してないから大丈夫じゃない。で絶対だからテンポはバレちゃいけないっていう前提で。それは前提ですね。うん。それはね。そう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 。どこの店舗カードの禁止で、うん、セブンイレブン結構タイミングが多いのよな。何飲むのジュース。えどれ、ね、最近私こんなんがあるよ。何これ。あー美味しそう。どうぞ。いただいちゃいました。はい、どうぞ。これ杏仁豆腐。いやースーのね。どうぞ吸ってください。杏仁豆腐つるるん杏仁ちゃんいただきました。ゴンちゃん。ゴンちゃんなんだ。そうそう、これなんかゴンちゃんのなんかのミルクティーもあってよ。ハマってます。ゴンちゃん。ゴンちゃんでもないじゃん。東京にあるの。あー砂町だっけ。砂コロフェル。ゴンちゃんってあんまなくない。あるどこに。あのゴンちゃってあそこ。私の近所にゴンちゃんなんかないわよ。アリオの中にありますよ。砂町北千住なんなんなかったわよ。だったあれどこだっけ。どっかのどっかの上のあったっけ。上野にもあるの。私来ないわよ。そっぴんどっかないよ俺。ウーバー配信集中。あ、ウーバーね。あれウーバーダメなのよ。え？こうツイキャスしたらあんダメよ。来ないわよ。ワンタロー君確かなんかバンになったもんね。バンじゃないわ。落ちた。ワンタロー君確かアカウントえ？ウーバーのアカウントあれかな。あ、そっちがってことね。そうそう。消されちゃったのかな確か。いただきまーす。いただきます。うん。美味しい。弾力が。また美味しい。つるるんだわ。つるるんだわ、ほんとね、つるるんだね、うん、本格的。美味しいわね、ほんと杏仁豆腐美味しいわ、うん、そうそう、美味しい美味しい、うん、美味しいわ ね、 ね、本格杏仁、ね、え何怖い。何なんだ今、なんだ何怖いわ。何よ今。あなたキャーって言ったでしょ。言ってない、言ってないじゃん。え、今聞こえ出してるよね。今何の音。もう一回飲む。今キャーって聞こえなかった。あ、聞こえなかったか。あの、パニちゃんのところかな。キャーって聞こえた。うん、うん、こっからキャーって聞こえたのよ。おだらした？してない。なんだろう一体。鼻息？また私なんか連れてきた。あそこ事故物件じゃないよね。じゃない。気のせいかしら、うん、あれかな。あ、前のお家の話したかな。したっけ。今ちょっとヒーター買い物中。あ、さっきしてたの。うん。何の話。ユージさんに見てもらったな。あそこ変な気が溜まりやすいかな。でしょうね。そう、もうまた今日絶対ですね。換気すればいいんだよね、うん、あの家はね。とにかくでもでも台所腐ったの。台所、そうそう、腐ってました。どういうこと。地面が最後シンクの下開けてもうすっごい古い新聞紙みたいに出てきて、多分私が住む前の方、あリフォーム出しで買ってるんで、でそれベッて早くしたらもう腐っちゃってて、あともうちょっとで本当に落ちちゃう。地面がシンクが。えじゃああの家どうするの。もうヤバくない。だからもうどうしようかなって。でも私がもう今いっぱいいっぱいになっちゃったからちょっとステイしてもらってる。あ、そう。でかい。
でも固定資産でかかるからね。うん、でもまあまあまあ払ってみたい。てか譲るの？だからどう、だからあんねも関わってきちゃうからどうしようかねみたいな。あれ売れるのかしらあの家。でも売れそうだよねあの家ね。売っちゃえば。ね。なんかでも売りそうな雰囲気出てますけどね。あフルリフォームしないとあれ下がるんだ。そう。フルリフォームでちょっとねすごい。金かかるじゃないあれ。またフルリフォームしようと思ったら。あだから全部任せて。ああね。パリちゃん。かっこよくないわ。あの男性どう？またほら新しい出会いよ。なんなんなん？車かっこいいじゃないの。中村の車乗ってるじゃん。ラブ4みたいな。中村くん？うん。今ねちょっと身長高い。なんかでも海から今から海行きさ。サーファーみたいなね。なんかそんな出てきてね皆さん。全然顔が見えない。あれ行きなさいよあなた。え？行きなさいって何？行きなさいダメなの？ハニちゃんあの本業アパートの経営者。ハニちゃんあのあれよ普通のまあ自分の仕事してるのよ。そうね。あ民泊にするとかね。あ、見ておじいちゃんだわ。まあ。まあまあ。全然違うわね。やめましょう、うん。なんか事務所で稼げばいいよねって話よ。あ、ねえねえ、配信者に稼げばいいじゃない。絶対嫌。なんでですか？絶対なんかもう嫌な予感しかしない。なんでよ。絶対嫌だ。いいじゃないね、配信者に稼げば。やだ。汚れちゃう？何がよ。いやもう汚れてるけど。汚れてるけど。ね、やだ。これでしょ。アンネいるし、アンネいるし。何がアンネの？じゃあアンネいるかな。アンネ？うちのお姉ちゃん。あダメなの？ダメよ。なんでよ。言えないよ。あのね、今度ね、私ね、あの配信者ね、配信者のうちに住もうと思ってて。どう？そう、ボロ儲けしましょう、友情にしてね。いや、配信者さんにはね、今、まえちゃん家にいるんだってよ。あんな、ね、キャリーさんね。キャリーちゃん可愛いよね。うん、ね。うん、刃があってね、二、うん、つの。石の真子みたいな。うんうんうん、知ってる石の真子。わからない。あの、昔のあれ。目クリクリしてて、こういうっすね。可愛いね、キャリーちゃんね。ほんと。あ、でも、キャリーちゃん払えないね、お金。てか、配信者さんにも多分。発展版にする？しないよ。あそこ。いやどう？不自然。いや、ね、どう？いやんやん。いいんじゃないの発展版にして。いやよ。そうよ。いただきます。どうぞどうぞ。ねえ。お金ないのキャリーちゃんって。なんかキャリーちゃんなんかさっき私配信始まるまで言ったけど、なんかあのまた祝電が入ったんだって。その自分のデリヘルの働いてるところのお店に祝電が入って、もうそのデリヘルのなんかお店の人がもうあなた雇えませんって言って、なんかあの言われたんだって。そうさ、あなた雇えませんって言われて断られたっていうのを聞いた。そうそう、嫌がらせで、嫌がらせかなんか。それ昨日も一昨日もそうだよね。え、なんでバレちゃうの？どこもかしこもバレてるんだって。もうなんでバレちゃうの？勤め先が。なんでバレるんだろうね。なんでバレるのかが分かんない私は。あ、出てくるんだって調べると。アンチに調べられてね。ねえ、びっくりよね。本当皆さん。よくないよ、本当そういうの。ね、まあね、自分でもなんか話してるからじゃないの。本当。あーバレるのか全部ね、寮で配信したりとか。あー寮だとか。でも嫌われすぎだよね。嫌われてる、いやでも嫌われてるのよ。パニちゃん面接どうしたの？一回ちょっとやってみようと思ったんですよ。どこ行ったの？面接。面接行ったの？うん。したら体重に丸ついたんですよ。うん。で行ったの。うん。したらいやぽっちゃりもありかなと思ったんですけど太りすぎですって言われて。言われたの？いつ言われたの？最近？いや違いますよ。コロナ中で、ね、うん、経験でやってみようかなみたいな。ねえ今度面接行きましょうよ二人で。どっか面接行かな？あ、中村が店ばらした。またあの豚だ本当。
あのブサイク、ほんとまた店バラして、ほんと余計なことばっかりして、ほんとあのブサイク、ほんとあの豚、ほんとほんとだから中村嫌われるのよみんなから。もう最近評判悪いよ中村、ほんと可愛いんですけど、ちゃあちゃあもう中村ちょっとダメよ、もう評判悪いって、あっちこっちなんかもう宿題なんかして、あれお店探すのダメよ、よくないわよ。ここでか結構濃いビッグボス。何そういうことするんだろう。本当。どんだけ暇人なのよ。あ、もう一個あるよ。食べる？食べる。何個あるよ。ほら。食べるって。ほら。あー、やだ。え、もう持って帰っていいですか？はいよ。食べてごらん。食べてごらん。いただきました。そう、最後の一個食べなさい。今？あ、持って帰る？あ、持って帰っていいですか？持って帰っていいわ。ありがとうございます。あ、ホストにハマって400万借金があるのか。キャリーちゃんは。あ、そうなんだ。400万も借金するの？ホストに？400万なんだ。あ、自己破産するの、お金返せないから。いや、待って、でも自己破産する人もお金かかるわよ。うん。皆さん。そう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 。ね。432万。え、自己破産でもお金かかるよね。弁護士にお金。うん、あれ、弁護士でしたっけ？そう。行政じゃない、弁護士。弁護士。着手金いるからね。うん、うん。お金。あ、そう。でも400万で自己破産なんかもったいない気がするよね。じゃあ、じゃない？結構。いや、400万で自己破産なんかもったいない気がするけどね。うん。ほんと。そこでだって、終わっちゃうじゃん、もう。なんかもったいないな。まで400万はね、もったいない気がする。中村君悪いことするキャリーちゃん許せないからって言ってんの。でもだって身元保証人だって。あ、じゃあ、サラ金の、あ、じゃあ、あれでしょ？身元保証人、保証人だっけな。なんか保証人なのよね。みたいですよね、書いてあったのね。まえちゃんにもお金借りたんだ。あ、32万円ってこと？なるほどね。大丈夫？それ。じゃ、自己破産のお金、私、サナキンのやつは面積降りるかもしれないけど、でもね、個人間にやり取りのお金も、全部それも自己破産にする必要があるんだけど、それはしないのっていうふうに、詰めるでしょ、リスナーは。うん。詰めると思うな、リスナーさん。借りたやつはそれ自己破産しないのっていうふうに言われるよ、またそれ。個人間のやつは自己破産できるの、そもそも。できるそう、うん、そう、全部そうよ。だからそれダメだよね、うん、それ言われるよ絶対。うんね、あのそのなんでそのサラ金のやつはやってそっちはしないのっていう風に、もしそれ追及されたら、サラ金の方から言ってくるよ。なんでそっちの方だけ取らないのって、自分たちの方だけは。そういう、あ、まあそうですよね。そう、ごねるから。結局、ごねると皆さん降りないのよ、面積が。これお金、借金チャラにしてくださいっていう風なやつだから、もう払えないのでって言って、そうは皆さん行かないのよ。そうですね。サラ金のやつだけやって、ね、あとの個人間のお金は黙ってますって言って、後からバレたらそれ、あの、事件になっちゃうかな。うん、逆に言ったら。そこ、嘘ついちゃってるってなっちゃうってことですか、ね、そうそう。キャニーちゃんもっとぬかみにはまるよ、これは。だからそこちゃんと誰かが教えてあげないとダメよ、ほんと。うん、今は個人間で黙ってればいいわよって、その他のやつ全部自己破産でいいわよっていうふうに言う人はダメよ。バレちゃいますもんね。そう、バレたら大変、ほんと。皆さん、もうキャリーちゃんほんとにもう終わりよ。うん、あの子でもな、ちょっとなんかね、突進していくわね。ねえ。そうそうそう。お話とか、お会いしたことないので、ね、あるか、あるか、あるわ、ね、あるわ。そうそうそう。何でも突進するわね。なんか、借金があるにもかかわらず、なんかその借金をもう、こしらえてなんか東京来ちゃうからね。ほんと。そう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 。ねえ。なんか全部そういうのは、まとまって全部こう、ちゃんとさ、整理してからこう出てくればいいじゃない。なんか全部借金こしらえて、なんかこっちに来るからさ、余計に借金増えたわよね。こっちに来るのね。あそこ、そうそうそう。あれ多分誰かサポートいるよね。サポーター。ちゃんとお金の管理する人が、あの、そばにいないと無理ね。行政か何かの人がいないと。マーカーさんみたいな感じで。いやー、絶対あれは難しいんじゃないかな、ほんと。じゃあ、笑ってネタにできないもんね、ほんと。
ちょっと、あ、2本だわ。あなた、帰るでしょ。はい。ありがとうございます。ね、いいえ、ここでいいの。はい、大丈夫です。電車で。そう、中村くんは最後まで面倒見るって言ったのにね、あの人。大丈夫で僕が面倒見てあげるからって言ってね。怪しいわね。一番それが怪しいのよ。本当の不細工、本当。そうそう。あ、パニちゃん安心してんよ、だってよ。すいません、今日は。ごめんね、パニちゃん、もう眠いのよ。ちょっと湯船に。ね。明日パニちゃんまた配信するから、いつ配信するの？お昼から配信するのかな？あさってかな。お昼配信するわよ。待っててね、パニちゃん。少しの合間だけの配信するから。するんでしょ、しないの？夜配信するわよ。難しい。はい。隣にいるかも、また。あ？隣にまたいる。何いるのよ。そうそう。ありがとうございます。じゃあね。ありがとうございます。大吉ちゃん、リスナーさん、ありがとうございます。またね。どうも。おやすみなさい。お次ここで切っちゃうわよ。ここで切っちゃうわよ、皆さん。でもこれ終わったらなんかまた言うのよ。うちぐちぐちぐち。ぐちぐち。私実は報告したいことがあるんですよ、みたいな。もう食べ過ぎちゃったんだけど、ね、何これもう。そうそうそう。ちょっとちょっと。言わないんだね、みんな。悩みがあるんですよ。ひいちゃんにね、実は。あ、だから、あの、カメラが録画時にやりやめてよえちょ、盗聴してね。え録画しといてね、ほんと。そうそうそう。でしょ、ね、ありがとうございます。絶対なんか悩みがその感じがするわ。にゃんないの。不安不安の悩みがあるの。だけ何それ何それ。え、これはだから今後大丈夫かなっていう。いや、パニちゃん大丈夫よ。いや、パニちゃんあなた優しいからね。いや、その配信は波があるけど、あの、私思うけどやっぱ人間性だと思うんだよね、配信って。思わない皆さん、やっぱり。そうそう、人間性がある人は大丈夫だって。ちゃんと優しいから、あなたはね、人にちゃんとこう返せる人なんだから大丈夫よ。そういうことできない人はもう消えるのみよね、そういう人は。そうそう、そういうことよね、皆さん。